皆様こんにちは。本日はようこそ国立天文台講演会にご来場いただき誠にありがとうございます。まもなく開演したいと思います。本日司会を務めさせていただきますのは国立天文台水沢 VLBI 観測所所長を務めております本間真歴でございます。本日はどうぞよろしくお願いします。本日の講演会の主役はですね、水沢 VLBI 観測所に設置されておりますスーパーコンピュータアテ類、そして、今年に入りましてその後継機として新しく設置されましたアテ類2です。スーパーコンピューターが解き明かす宇宙の謎をですね、これから3人の講師が、存分にですね紹介していただけると思いますので、ぜひお楽しみいただければと思います。なお本日ですけども3つの講演がございますが、私のあと最初2つ講演がありまして、その後休憩がございます。そして最後の講演がありまして、その後にですね会場の皆様から少し質問を受け付ける時間を取りたいと思いますので、途中個別の質問、個別の講演に対して質問がある方もいらっしゃると思うんですが、最後にまとめてやるという形でどうぞよろしくお願いします。はい、それでですね、まず3人の講師の講演に入る前にですけども、私の方からですね改めまして、水沢 VLBI 観測所、これがどういうところか、紹介させていただきたいと思います。ここにいらっしゃる方、多くの方は水沢、奥州市あるいは近隣にお住まいであればですね一度は聞いたことあるかと思いますが、改めて、さっと聞いていただければと思います。ではこちらで、プレゼン資料を見ながら紹介させていただきますが、はい、まずですねこの国立天文台水沢地区の歴史でございます。皆さんよくご存知かと思うのですが、昔はですね井戸観測所、そういう観測所だったんですね。歴史はかなり古くて、1899年国際井戸観測事業という形で始まっております。ここにちょっと薄くて見づらいですが世界地図がございまして、この北緯39度08分この井戸上に6箇所光の望遠鏡を設置したというのがこの水沢の井戸観測所の起こりでございます。明治時代としては非常に最先端な国際プロジェクトとしてですね、星を観測しそれを使って地球の回転のふらつきを調べる、それが当時の最先端天文学あるいは地球物理学の非常に重要な命題だったものですから、こういう観測が行われておりました。でこちらにいらっしゃるのが初代の所長木村久志でございまして、1902年にその地球回転に伴うですね新しい光 Z 光と言われてますけども、これを発見したことで知られております。今皆さんがいらっしゃるこのホール、名前ご存知ですよね。 Z ホールでございますけども、その Z は木村久志が発見した Z から来ております。この他にも水沢には Z がつくものがですねバスだったり体育館だったりたくさんありますけども、この木村久志の発見にちなんでそういうものが市の各地で見られる、これは私どもとしても非常に嬉しいことだというふうに思っております。はい、右に行きまして、こちらは現在の国立天文台水沢地区の様子ですね。電波の望遠鏡ベラという望遠鏡のアンテナですけども立っていて、ここには39度08分のちょうど井戸の線が走ってます。でここに昔の望遠鏡があったりしますし、あと皆さんいらっしゃった方もいらっしゃると思うんですが、欧州宇宙遊学館というですね、同じキャンパス内に宇宙を体験して学べる施設がございます。これ市の施設ですけども、昔井戸観測所の第2代目の本館として使われてたものが現在こういうふうにですね市民に開放されて宇宙に親しんでいける、いただける施設としてですね公開されて、非常に嬉しく思っております。というわけでこの歴史を踏み解いていくとですね、実は来年創立120周年、本当に長い間この地元水沢でですね
私どもは研究を続けてこられたんですけども、まあ、そういう記念の節目を迎えることになりますので、まあ、おそらくまた記念式典などやっていければというふうに思ってますので、ご支援の方お願いします。次お願いします。はい、で水沢でどういう研究が行われているかをですね、ごく簡単に3つほど紹介させていただきます。まず1つが、VLBI 観測所の名前の中に出てくる VLBI というのはですね、電波望遠鏡を組み合わせて宇宙を測定する観測技術のことを言います。まあ、こちらのベラのアンテナですね。ベラは水沢だけではなくて日本の4カ所、鹿児島、それから小笠原、それから石垣島、4台の望遠鏡を組み合わせてですね、銀河系の測量をしています。でベラでこういう銀河系の上、これ上から見た想像図ですけども、太陽系がこの辺にあって、それ以外のたくさんの星をですね、距離を測り運動を測る、そうすると銀河系のこういう回転が見えてくる。まあ、これはまた私たち研究どこかで話す機会があればどこかで紹介したいと思いますが、本日3人目の講師の馬場先生はですね、この天の川をシミュレーションで明らかにしようという研究をされてますので、まあ、こういうベラの観測とシミュレーションを使って天の川が水沢の力をですね、明らかにされていくのではないかというふうに期待しております。それから将来計画なんですが、今国際的に SKA というプロジェクトがですね、地球の裏側、南アフリカ、それからオーストラリア、南半球で進められてますけども、これに我々将来向かっていくことを考えていて、つい今週ですね、ベラが SKA のパスファインダーというものに認定されて、まあ、ベラを使ってさらにステップアップして将来 SKA というものにぜひ向かっていきたい、こんなふうに考えてます。次お願いします。はい、それからもう一つ水沢で大きなグループがですね、惑星探査 RISE というプロジェクトですけども、これは今非常にホットなイベントがありまして、はやぶさ2、つい1週間2週間ぐらい前かなり話題になりましたけども、 JAXA の探査衛星ですね、これが小惑星リュウグウに無事に到着しました。でこれからたくさんの計測をして小惑星あるいは太陽系の起源を明らかにすることになりますが、このはやぶさ2に積まれた観測機器のうち1つをですね、水沢のグループが中心になって開発してますので、これからたくさんの成果が出てくるのではないかというふうに非常に強く期待しています。今年はそういう意味ではニュースがたくさん出てくるだろうというふうに思っております。次お願いします。はい、そして3つ目が今日メインテーマでありますスーパーコンピューターですね。天文台、国立天文台の中では CFCA というプロジェクトの名前で呼ばれてますけども、天文シミュレーションですね、宇宙をシミュレーション計算で明らかにする、こういうプロジェクトです。で、そのプロジェクトとしてメインで運用しているのがですね、スパコン、アテル、これが先代ですね。2013年から、ついこの間2018年まで5年間運用していました。そして6月にはアテルイ2がですね、後継機として本格稼働ということで、今日はぜひこのアテルイのこれまでの成果、それからこれからアテルイ2に寄せられる期待、こういうものをですね、3名の講師の中からぜひ紹介していただければと思います。はい、次お願いします。最後は宣伝の恐縮ですけども、まあ、国立天文台水沢地区のですね、特別公開兼ねまして、岩手銀河フェスタ2018というものが開催されます。8月18日土曜日10時から国立天文台水沢地区で行われますので、ぜひお越しいただければと思います。何よりも今年の目玉はアテルイ2、これが公開されますので、皆さん実際にスパコンの部屋に入ってですね、本体を見ることができる唯一のチャンスでございますので、ぜひ皆さんお誘いはその上ご来場いただければと思います。はい、以上で水沢の観測所の説明、簡単ですけど終わらさせていただきます。ありがとうございました。はい、それではですね、いよいよですけども、これからメインの講演に移りたいと思います。最初の講演ですけども、国立天文台の教授であります国防栄一郎さんに講演いただきます。講演のタイトルはですね、アテルイの見た宇宙ということになっております。国防さんが準備をしている間、私の方から簡単に
講師の紹介をさせていただきますけれども、国母さんは国立天文台の教授であると同時にですね、CFCA プロジェクトのプロジェクトリーダーであります。つまり天文台の中でスーパーコンピューターを運営し、それを使って成果を上げていくグループのリーダーということになります。ご本人の専門ですけども、惑星形成論、まあ、理論あるいはシミュレーション、コンピューターシミュレーションを使って太陽系のような惑星がですね、どのようにできたか、これを明らかにする、まあ、こういうテーマですね、長年ご活躍されてきております。今日の講演ではですね、アテ類、これまでのアテ類の成果、それからアテ類2期待も込めてですね、語っていただけると思います。それでは国母さん、どうぞよろしくお願いします。はい、ご紹介ありがとうございます。皆さんこんにちは。国立天文台天文シミュレーションプロジェクトですね、シミュレーションプロジェクトの国母と申します。今日は、まずこの後に、2人ですね、田中さんと馬場さんが、研究のお話をしてもらえるんですが、その、まあ、前座というか、よりそのお話を楽しんでいただけるように、そのスーパーコンピューターでなぜ、宇宙のことが分かるのかっていうようなこととか、あとこれまで、今日の、まあ、田中さんとか馬場さんの話以外にどんなことがアテ類によって分かってきたのかということを紹介したいというふうに思います。でこれはもう今水沢に入っているですね、アテ類2の写真になります。後で詳しくですね、アテ類2がどんなコンピューターなのかということも紹介したいと思います。で、こういう順番で今日お話ししていきたいと思います。最初にそのずっとですね、シミュレーションって言ってるんですが、一体そのシミュレーションで天文学をするってどういうことなのかということを、紹介したいと思います。それで、三沢にある、まあ、これまでのアテ類、そしてアテ類2、がどんなスーパーコンピューターで、どんなことをしてきたのかという順番でお話ししていきたいというふうに思います。で、ちょっと、もし小学校とかですね、中学校ぐらいの皆さんがいたら難しい言葉も入っているかもしれませんが、なんとなくスーパーコンピューターってどんなことをしているのかなっていうのが分かってもらえたら嬉しいと思います。なるべく優しくお話ししようと思います。で、もうまずその天文学って一体何を目指しているのかというところからちょっとお話ししたいんですが、まあ、いろんな言い方あるんですけど、まず一つ大きな目標は、宇宙をまあ支配するっていうかですね、宇宙を決めている物理法則がどんなものかっていうものを理解したい。でこれが、例えば縦軸だとすると、もう一つのですね、横軸は、まあ、ここは少しなんていうか、かっこいい言葉で書きましたが、万物の王子来婚を宇宙観として描くと。つまりですね、宇宙が始まってから、いろんなまあ物質が元素ができたりして、天体ができて、そしてまあ私たちにつながっているわけですね。そういうその物質のまあ進化っていうんでしょうか、そういうものをその宇宙の、まあ、物理の法則を使って描き出すというか、そういうことが、まあ、我々がきっとやりたいこと、まあ、いろんな言い方はあるんですけど、まあ、こういう言い方ができるんではないかと思います。で、こうすごくこの有名な、ゴーギャンの絵ですが、皆さん、ご存知の方も多いかと思うんですけど、この台がですね、我々はどこから来たのか、我々は何者か、まあ、そして我々はどこへ行くのか。で彼はまあこうやって絵を描くことでですね、そのことを考えているわけですが、我々はまあ科学を使って、こういうことに答えられるようになりたいと、まあ、それが一つの天文学の大きな目的になっていると思います。でそのために、今天文学ではどんなふうに研究が行われているか、どんなふうに宇宙のことを調べているかというとですね、まず一番の基本は、観測の天文学で、これはまあ、望遠鏡を今あったら使って宇宙を見る、まあ、これが一番の基本ですね。まあ、これなしには天文学はもちろんないわけです。で、同じくですね、まあ、人類が宇宙を見るようになってから、まあ、すぐにまた同じような、まあ、方法っていうかですね、考え方、まあ、理論を考える、物理を考えるという、今見ている、観測している宇宙、なぜそうなっているのかなっていうのを考えるということですね。まあ、それは今では理論の天文学というふうに言われます。で、この理論の天文学から、実はですね、20世紀の終わりになって、分かれて、
独立したのがシミュレーション天文学、日本語だとちょっとなかなかあんまりかっこよくないんですが、まあ、模擬実験の天文学ですね。で、模擬実験っていうのはつまり本当の実験ではありません。天文学でも、本当の実験ですね、学校の理科室とかでやるような実験のようにして、調べることができればいいんですが、宇宙はあまりにもですね、扱う、まあ、量が、物理量が大きくて、質量、重さだったり温度だったり時間だったりですね、それがそういうものは実験室で再現することができません。で、じゃあどうするかというと、まあ、コンピューターの中に宇宙を再現して、で実験をすると。で、本当の実験ではないので、まあ、模擬実験というんですね。で、今日はぜひそのコンピューターの中に宇宙を再現して実験するって、まあ、よく使われたりするんですけど、一体それってどういうことなのか、アテ類は一体何をしているのかっていうのを少しですね、皆さんに紹介できればと思っています。で、我々、まあ、国立天文台なんですが、簡単に紹介させていただきますと、日本の天文学研究の、まあ、中心と書きましたが、役割は、まあ、サービスを提供する機関ですね、大学共同利用機関といいます。望遠鏡を運用したり、そしてスーパーコンピューターを運用したりする。で、国立天文台のすごい特徴、まあ、ユニークな特徴は、まあ、観測、いろんな波長ですね、あと、まあ、惑星の探査も行ったり、で理論シミュレーションというですね、あらゆる方法を使って、宇宙を調べている、すごい総合天文台という意味で、実は世界的には非常に珍しいです。アメリカとかだと、例えばそれは分業されていてですね、光の天文台、電波の天文台とかです。そうではなくて、こういろんな、方法を使ってもう宇宙を調べようっていう、まあ、そういう機関が我々のいる国立天文台になります。で、その中で、我々の天文シミュレーションプロジェクトというんですが、が担っているのが、そのシミュレーションによる天文学と。で、これから、そのシミュレーション天文学って一体どういうものかというのを紹介していきたいと思います。で、国立天文台の、そのシミュレーション部門というのが天文シミュレーションプロジェクトというふうに呼ばれてまして、英名はですね、Center for Computational Astrophysics で、この頭文字を取って CFCA というふうに呼んでいます。以降はちょっと CFCA と呼ばせていただきます。で、国立天文台に、まあ、このプロジェクトが設置されているのはですね、こういう目的があるからですね、まずスーパーコンピューターを、運用して、日本中、まあ、世界中の天文学者に使ってもらうと。で、スーパーコンピューターを使った研究を行う。そしてそのシミュレーションを行うためのハードウェアとかソフトウェア、プログラムですね、を開発する。で、シミュレーションの結果などを可視化して、研究に役立てたり、皆さんに分かりやすく、その楽しんでいただけるようなものを作るっていう、まあ、そういうことを行っているのが我々のプロジェクトです。で、実はこの後に話をしてくれる田中さんもですね、実は3月までは CFCA のメンバーでもありました。で、もし皆さんこのプロジェクトに興味を持っていただけましたら、このウェブを見ていただくとですね、我々の活動、あとは楽しいアニメーションなどもありますので、ぜひ見ていただければと思います。では、シミュレーション天文学なんですが、コンピューターの中に宇宙を再現して実験するというふうに言いました。コンピューターの中の実験って一体何でしょうかね。これをちょっと、それからこれからそのことを少し紹介していきたいと思います。で、どういうものを扱うかというとですね、まあ、ここでは時空間的に望遠鏡では観測できない宇宙、まあ、天体現象っていうふうに書きましたが、例えば私が興味を持っているのは、地球とか、まあ、月とかですね、太陽系が一体どうやって生まれたか。で、それは46億年前に起きたことです。それぐらい昔のことを、例えばそれは望遠鏡で見ることはもうできませんね。でも46億年前に、宇宙のですね、その時に多分こうだっただろうっていう環境を作り出して、そこでどんな風に、惑星の元になった物質から惑星ができていくかっていうことを、物理の法則にのっとって調べることができると。なので、望遠鏡では、まあ、見ることができないような、まあ、あらゆるものを対象にするというか、宇宙にある天体や天体現象を、シミュレーションでは対象にします。で、原理は何かというと、物理法則ですね。皆さんも学校で、理科とか物理の授業で、いろんな法則って聞いたことがあるかと、習っているというふうに思います。ニュートンの運動の法則とかですね、いろいろあったと思いますが、思い出してみると、法則というのは基本的にみんな式で書かれていましたね。
例えばニュートンの運動の第二法則っていうのはなんか MA イコール F とかいうなんかそういう式があります。で、まあ、物理法則というのは基本的にはまあ式で、与えられています。で、スーパーコンピューターの中に宇宙を再現して実験するという意味はこのですね、式を方程式ですね、数学で出てくるあの中学校とか小学校中学校でも出てきますね、その式を、解くというスーパーコンピューターを使って解くということです。で、宇宙がどんな風に進化変わっていく変化していくかっていうことを教えてくれる式っていうのが実はいろんな問題に対してそれぞれあって、それをコンピューターに解かせる、それがまあコンピューターの中に宇宙を作って実験するっていうことになります。で、まあ、計算によって、物理法則ですねにを、まあ、計算することで一体何が起きるか、そういうことができればですね、まあ、先ほどその僕の興味の太陽系の話もしましたが、ブラックホールで一体何が起きているかとかです。それはもうまあ見ることができない。そういうようなものも一体そこで何が起きているかということをまあ調べていくことができるということになります。なんでよく何の計算するんですかっていうふうに聞かれるんですけど、実は何でもします。はい。で、まあもう一度ですね、振り返ってなぜまあそのシミュレーションすればいいのかと。だからまあそれは先ほども書いてたように、まあ、望遠鏡で見えないところを知りたいからなんですね。で、ここで、改めてですね、シミュレーションって、どういう意味で使っているかっていうのを整理しておくと、スーパーコンピューターですね、とっても速いコンピューターを用いた、計算で大きな規模の、コンピュー数値計算ですね、まあ、実験と言ってもいい、数値実験と言ってもいいと思います。で、じゃあなぜ、まあ、その数値計算っていうふうに言ってるのか。で、それはですね、まず答え、解析解っていうのがないっていう。で、これどういう意味かっていうと、皆さん例えばですね、こうバネが振動する、バネの位置を X として、で時間でその振動でそのバネに重りがついててこう運動するときに重りがどこにいるかっていうのは、例えばその X はコサインという三角関数、コサイン時間の T とかっていうふうにかけてもうずっとわかるわけです。時間が変わっていけばどこに場所にどの場所にも重りがあるかっていうのがわかるんですね。で、僕らが知っている三角関数っていう関数で答えが書ける、そういうのをまあ解析解があるっていう場合です。でも多くの場合、宇宙 あの僕らが使うような問題では解析解がありません。で、答えはあるんですよ。解析解がないっていうのは綺麗な関数で書くことができない、答えが。でも数値解がある。数値解があるとどういう意味かっていうと、例えば太陽系で太陽と惑星が8個ありますね。で、それぞれの惑星が動いています。で、太陽だけ、太陽と地球だけだったら同じようにですね、三角関数を使って、時刻がを与えれば自動的に場所が、分かるような関数があります。でも8個惑星があるんで、惑星同士引っ張ってるからですね、実はそういうふうには解けません。で、どうするかっていうと、数値解って言いますか、地球が明日どこにいるか、そして明後日どこにいるかっていうのを、その時その時にどこにいるかっていうのを、もう場所の値で何メートル先に行ってるとかですね、そういう具体的な数値ので解いていくっていうのが、数値解を解くということになります。なの でなぜじゃあスーパーコンピューターを使うかっていうと、計算の規模がたくさん、まあ、大規模である、まあ、そういうのを後でまた具体的にお話ししますが、星がたくさんあるとかですね、流体って後で出てきますが、ガスを表すのにこう格子を張って各場所でのガスの動きを調べたりする、その格子がいっぱいあるとか、結局計算が大変なんで、そういうことをやります。で、シミュレーションの役割っていうのは、まあ、いくつかありまして、まずなんでシミュレーションがいいかっていうとですね、時間3次元と空間空間3次元ですね、と時間の1次元の4次元で、実験をすることができます。望遠鏡で写真を見ると、今日今のその見える姿を2次元で見るだけですね、写真で。そうじゃなくてコンピューターを使えば4次元ですね。でしかも実験の条件を自分でいろいろ変えられるんで、この条件を変えたらどう変わるかとかいうことが分かるとですね、そこの物理の何が起きているかっていうのを理解するのに非常に役に立ちます。で、我々はですね、このシミュレーションをどんなふうに使っているかというと、一つはまず多分こういうふうになっているだろうっていう理論を作って、でそれが正しいかどうかを検証するというので、実際に
シミュレーションを行ってみるっていう、こう検証として使うということがあります。でもう一つ、これもこっちの方が、まあ、僕は楽しいんですが、その発見的方法って言いました、書きましたけど、ちょっと理論的に考え、今まで考えていたちょっと何が起きるか分かんないな、難しいな、ちょっと複雑すぎて問題が、じゃあちょっとやってみよう、いろいろこう条件変えていろいろやってみて、あ、なるほどこういうことが起きるんだっていうことを見つける、そのまさに実験ですよね、そういうような、まあ、使い方もあります。でこの2つどちらかの役割をですね、まあ、研究では果たしていますね。で天文のシミュレーション、今までのそのシミュレーションというのは天文に限らず、普通にですねいろんな分野で行われているものですが、天文のシミュレーションと大きく3つに分けられて、1つは、重力多体計算というのを書きましたが、重力で引き合う多数の粒子の振る舞い、つまり銀河とかです、星がいっぱいあったりする、そういうようなものがどんな風に、変化していくのか、あと、まあ、流体計算と書きましたが、ガスの振る舞い、星はガスから生まれますね、銀河の中にもガスがあります、そういうものがどんな風に振る舞うのか、あとは、まあ、放射輸送計算、ちょっと難しいかもしれませんが、そう光がどんな風に伝わっていくのか、そういうようなものの、まあ、この大きな3つの計算というのがあの天文シミュレーションの柱になっています。で空間スケールでいうと、小さいところはもう惑星とかですね、もうすごく小さいところから宇宙全体までのシミュレーションもあります。で何秒っていう計算をしている人もいれば、宇宙全体の138億年っていう計算をしている人もいます。なんで、まあ、いろんなあらゆるですね天体に関して、まあ、いろんな時間スケールで、計算あの研究が行われているということです。だから何かしかできないっていうわけじゃなくて、もういろんなことができるわけですね。でちょっとですね、重力多体計算どんなものかっていうのをですね簡単に紹介すると、まずとにかくあの宇宙コンピューターの中に宇宙を再現して実験するっていう意味をお伝えしようとしているわけですが、これが実はね、そのこういう星がいっぱいあるときに、なんかちょっと色が少し見にくいかもしれませんが、星があってこう引っ張り合っているときに、実はこういう式があって、式は意味は分からなくてもいいんですけど、式があるということが大事です。で、まあ、運動方程式という法則があって、でこれを時間ゼロの時に星がここにありますよ、で次の時間1秒後でもいいです、1秒後にどこに行く、2秒後にどこに行くというのは、他の星からどう引っ張られるかによって決まっているって、それを表しているのがこの式です。でこれを、まあ、0秒1秒2秒3秒4秒5秒ってずっと計算していくと、それぞれの時刻に行く、でそういうのが重力多体計算ですね。でこのお話はあのこの後の馬場さんのシミュレーションでも出てきます。でこれは、宇宙の大規模構造というですね、これ一個一個の点々が銀河なんですけど、ビッグバンから、こういう銀河の連なりができていく様子のシミュレーションの例で、重力多体計算の代表的なものです。であとですね、流体計算、これはガスの振る舞い、ここにこうガスがあって、これがどういうふうに変わっていくかっていうのを調べるときにどうするかというとですね、こうバーッとこう格子を切って、でそれぞれの格子でここにガスがあるわけですけど、この格子のガスがどういうふうに動いていくか、どう変わっていくかっていうのを調べる。でそれはすごい簡単な例で言うと、連続の式とオイラー方程式っていう式があって、これも別に何もあの分からなくてもいいんですが、そういう法則があります、式が。でこの式をこの格子でですね、この場所で、0秒ではこうだったけど、1秒後どうなる、2秒後どうなる、3秒後どうなるっていうのをずっと解いていくと。でこういう格子をいっぱい細かく切っていくので、計算が大変になるんですね。で、まあ、これが例えばですね、そういう計算の例なんですけど、超新星爆発、宇宙で一番大きなエネルギーの現象なんですけど、星が爆発してブワーッとこう物が吹き出ていく時の、振る舞い、ガスの振る舞いですね、それを計算するときはああいうような式で計算をします。あの現実はもっとあの複雑な式を、使うんですけど、基本はああいうものです。でもう一個ですね、これも皆さんちょっとピンとこないかもしれないんですけど、放射輸送計算、こう天文学では光がどう伝わるかって大事ですね。望遠鏡で見るのは光、主に見るわけです、電磁波を見るわけですね。でこうなんか天体から光が出ていくときに、光は実は物質と相互作用します。物質があると吸収されちゃったり、光の進路が変えられちゃったり、また物質から光が出てくることもありますね。でそういうのを、これ光が通っていくときに吸収されたり、またそこから出てきたりとかっていうのを表している式で、こういう式があります。でその式をまたですね、
いろんな色の光というんですかね、波長の光に対してそれぞれのこの場所で、光子の場所で0秒後、1秒後、2秒後、3秒後って図にどうなっていくかっていうのを全部解いていくっていう、これまたすごい大変な計算です。で、実は今日のこの計算 を使ってですね、まあ、大発見というかすごい研究をしているのがこの後にお話ししてくれる田中さんの研究になります。皆さん楽しみに待っていてください。で、こんなことをですね、実はスーパーコンピューターでやってます。アテルイでやっています。なんでちょっとこれから残りの時間でですね、そのアテルイがどんなものかというのと、アテルイの今日のお話ないような部分でどんなものがあるかというのをちょっと見ていこうと思います。で、アテルイが、まあ、そのスーパーコンピューター、国立天文台の、スーパーコンピューターがこの水沢の地に来たのは、まあ、2013年なんですが、実はそれまでは東京にありました。で、東京からですね、まあ、水沢に、なぜ移したかというのは、その当時それを決めた台帳がここにこういうことを書いてありますが、震災後、東日本大震災後、我々、まあ、どこに置こうかといろいろ考えたときに、先ほど流れてたビデオでもありましたが、やっぱりコンピューターって今すごく熱くなるんで、いかに冷やすかっていうのが大事ですね。で、あとはまあその電気代も安いところの方がいいとかですね、あとはまあネットワークが充実していれば、実はどこにでも、ネットワークが早ければコンピューターどこにあってもいいんですね。で、実はアテルイ2も日本中、世界中から使ってるんですけど、皆さん自分の大学研究所の自分の机からアテルイに入ってきてネットワークを介して使っています。だからネットワーク太いことは重要なんですね。なんで当時やっぱりですね、まあ、寒いところがいいだろうということで、水沢キャンパスにアテルイを置こうということで、そのアテルイっていうふうになるわけです。で、その当時も最初に置かれたのがアテルイの、まあ、初号機というか1号機なんですけど、0.5 ペタフロップスというのは500兆回ですかね、1秒間に500億兆回か、あ、500兆回ですね、ですね、の素性能を測っていました、誇ってました。で、すぐにですね、これは新しく、新しいというかですね、更新されまして、アテルイ海っていう名前になったんじゃなくて、私が呼んでただけなんですが、なりまして、で、これが、1ペタフロップス、1秒間に1000兆回の計算を行う。1000兆回ですよ、皆さん、1秒間に。僕ら1秒間にですね、計算1回もできないぐらいですね、難しい計算だと。なんですけど、それを、まあ、そんな性能になりました。で、今年の3月まで動いていて、で、これがですね、いろんな成果を出してくれまして、で、その詳しい、まあ、面白いお話2つこの後田中さんと馬場さんからあります。で、我々 の CFCA のコンピューターを使った成果っていうのはここにですね、ウェブで、我々のです広報担当が頑張って作ってくれてまして、CFCA のですね、リリースページというものがあります。で、ここを詳しくですね、ぜひ皆さん読んでいただければ、今アテルイでどんなことが分かったのかということが書いてあってですね、詳しいことが見たいところをクリックすると、これちょっともう見えないですね、この今インターネット接続されてなくて失礼しました。そうなんですけど、ここにあります。 CFCA リリースで検索していただくとあるので、ぜひ見ていただければと思います。で、あと今日皆さんにお配りしている国立天文台のニュースですかね、ここにも、成果がまとまっていますので、これを使ってですね、ちょっとまた少し紹介しようと思います。で、これ皆さんにお配りしている、ものなんですが、その中にですね、成果がいくつかありまして、で、どんな、まあ、簡単にどんな、ものかっていうのを紹介していくと、こちら側を見ていくとですね、これはダークマターハローの形成進化って言って、これは宇宙のビッグバンから、ダークマターがありましてですね、そのダークマターがどんな構造を作っていくかっていうのを、宇宙の膨張の中で重力で引き合って構造ができていく様子をですね、計算したものです。で、これはアテルイが行っている計算の中で一番大きい、空間的にも時間的にも一番大きなスケールのものだと思ってください。詳しくはぜひですね、また読んでいただければと思います。で、ここにあるのはですね、田中さんのこのお話がなんで、これから出てきますので楽しみにしてください。で、あと一番小さい方の例としてですね、挙げますと、これは私のグループでやったものなんですが、カリクローっていうですね、太陽系の中のケンタウルス天体っていう非常に小さい天体の周りに実は輪があることが分かったんですね。土星の輪のようなものです。
でその輪がどんな風になっているだろうっていうか分からなかったんです。それを、まあ、これ計算で描き出してみて、こんなですね、並々のこう筋模様が立っているというはずであるという、まあ、予言をしたっていう、これアテルでやった計算の中で、まあ、最も小さいスケールの計算になるかもしれません。でこれもまあ数時間という時間 の進化を計算しています。でこれ以外にもですね、ここにあるのが、今日の馬場さんのお話ですね。馬場さんが、まあ、世界でも最も本物の銀河系、我々天の川銀河に近いシミュレーションを行っています。なのでその和田さんのお話をぜひ楽しみにしていただければというふうに思います。で他にもですね、たくさん成果がこの冊子の中にまとまっていますので、ぜひお家に帰ってですね、ゆっくり読んでみていただければと思います。それで今年のですね、まあ、アテルイ1の成果、アテルイの成果はそんなもんなんですが、今年の6月から、まあ、アテルイ2が、まあ、導入されて、3ペタフロップスですね、以前のアテルイに比べて、まあ、3倍速くなりました。で一応3倍速くなったので、赤い色で照らしてみたんですが、これは私ぐらいの年代の方しかわからないかもしれませんが、皆さんスルーしていただければと思います。で、まあ、アテルイの由来はですね、まあ、皆さんには、説明の必要もないかと思うんですけど、このアテルイ2のデザイン、これです。今回はその、まあ、転書ですかね、ハンコ、これ一個一個はこうハンコみたいなイメージで、転書をこうかっこいいデザインにして、もらったものですね。これがアテルイデザインになってます。でアテルイ2ってどんなコンピューターかと、言いますと、スカラー型並列計算機っていうものなんですね。でこれどういう意味かっていうとですね、計算するコアがたくさん並んでいると。で例えばですね、これ4万コアぐらいあるんですね。で皆さんの家にあるパソコンってだいたい1個から、まあ、今4個ぐらいコアがありますかね。 CPU ってあると思うんですけど、その中にコアが何個か入ってます、まあ、4個とかだと思うんですが、でそれが実は4万個あるんですね。4万個並んでいて、それが一斉に計算をするので非常に速い計算をすることができるというのが、そのこの種類のスーパーコンピューターのなんていうか大事な部分です。計算をするものが並列に並んでいる、たくさん。それで一個一個は皆さんのパソコンとそんなに変わらないんですよ。で並んでいて、その並んでいるコア同士が高速で、まあ通信できるという、そこが、まあ、このスーパーコンピューターの、速い理由になります。で演算性能はまあ3ペタフロップスなんですが、参考のためにですね、K というスーパーコンピューターがまあ11ペタフロップスぐらいなので、それに比べてまあ天文学専用なので非常に、としては非常に早いですね。で、今年の6月に発表された世界のスーパーコンピューターランキングの中ではまあ世界で83位で、日本では14位でした。で特殊なですね、そのコア、メニーコア型とか GPU とか呼ばれるアクセラレーターというのを除いた、いわゆる汎用の普通のスーパーコンピューターという意味では日本では今9位になっています。でちなみにグリーン500というのはコンピューターの中でその経済的な効率がいいものですね、という意味では世界で35位というので、結構その自然にも優しいコンピューターになっているかと思います。で消費電力650kW なんで、なんて言ったらいいんでしょうね、大体まあ電子レンジ1000台分ぐらいでしょうかね。皆さんチンするときに 600W ぐらいとかでチンしますよね。あれが1000台分が常時使われているというぐらい のものです。で天文学専用としては世界最速で、これ6月1日に発表させていただいたんですけども、全世界で取り上げていただきまして、もうまあアメリカ、イギリスとかドイツとかそういうところはですね、もうに限らず、もうアジアではですね、シンガポール、マレーシア、ベトナムとかですね、中国とかいろんなところでニュースになって、このアテルイっていう名前が世界に、まあ、轟いたっていうと言い過ぎかもしれませんけど、世界の皆さんに知っていただけました。で、まあ、アテルイでこれから、まあ、さらに、より、まあ、なんていうの、現実的でいろんな条件で、まあ、いろんなことを調べていこうということになります。ぜひですね、これから の、まあ、成果に期待していただければと思います。で、まあ、すでにこういろんなシミュレーションがあります、この辺も詳しくウェブに載っていますので、興味があれば見ていただければというふうに思います。もうすでに6月から使われていて、成果が、まあ、出始めているという段階ですね。で、まあ、これから6年間使うということです。
で、まあ、最後にですね、ぜひ皆さんに、まあ、今日覚えておいていただきたいのは、そのスーパーコンピューターを使ってその物理法則を、数値で解く、そういうことを行うことで、宇宙、望遠鏡では見えない宇宙のことが分かるんだということですね。で、まあ、これはアテルイの方なんですけど、まあ、今アテルイの弟はアテルイ2 の、 イラストは今作っているところでまだないんで、まあ、多分8月ぐらいまでにはできると思うんですが、皆さんぜひ8月18日にアテルイ2公開しますので、実機を見ていただければと思います。でそしてあの中で今日お話ししたような式を解くためにもうこうもうコンピューターがもう一生懸命動いているという、そういうふうに思っていただければというふうに思います。はい、私から の、 話は以上になります。国保さん、どうもありがとうございました。アテルイの成果、それからアテルイ2、どういう装置か、新しいスパコンについてもご紹介いただきました。それではですね、次の講演に移りたいと思います。これからアテルイの成果を、2つ講演いただきますけれども、まず東北大学の准教授、田中正臣さんに、講演をお願いしたいと思います。講演のタイトルですけれども、アテルイが解き明かす宇宙の元素の起源、これも大変興味深い話ですけれども、元素というのはもう地球上いろんな元素があって、私たちの体もいろんな元素からできているわけですけれども、その謎をですね、田中さんが、分かりやすく解説してくれると思います。田中さんはですね、今年3月まで国立天文台の CFCA プロジェクトのメンバーでいらっしゃいました。そしてこの春からですね、現在東北大学仙台の方で、准教授として研究、それから教鞭を取られております。ご専門はですね、超新星爆発あるいは中性子星合体、まあ、ちょっと難しい言葉ですけども、これから多分分かりやすく説明してくれると思いますが、宇宙で、物が合体したり爆発したりという非常に、激しいですね、突発現象と言われるものがありますけども、そのご専門、それをシミュレーションで解き明かしております。でさらに田中さんのすごいところは、自分自身でシミュレーションしたものを検証するためですね、観測までご自身でやられる、本当に幅広く活躍されている、若手研究者、まあ、これから、大変楽しみな方でありますけども、田中さんの方にそれでは、講演の方をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。東北大学から来た田中正臣と申します。今日はよろしくお願いします。私の方からはですね、アテルイが解き明かす宇宙の元素の起源と題して、まあ、私たちの身の回りにある元素というのは一体どこから来たんだろうかというお話、そしてその、大きな問題に対してアテルイがどのような貢献をしてきたのか、そして今最新の天文学で何が分かっていて、あと何が分かっていないのか、そういったお話をさせていただきたいと思います。で私の、お話のテーマは元素です。で元素って、まあ、皆さんあんまり意識していてもしていなくても、まあ、身の回りにあるんですね。例えば、まあ、リラックスしていただくために、例えば深呼吸してみましょうか。はい、息吸って、誰もやりませんね。今皆さん息吸いました。まあ、深呼吸してなくても無意識に息吸ってるはずなんですね。でそこ皆さん今何吸ったんでしょうね。これ元素でできているはずで、割合を円グラフで書くとこんな感じになります。まあ、皆さん頭の中で思い描いてください。これ皆さんご存知ですよね。私たちの、吸っている空気っていうのはほとんど窒素でできていて、次に多いのが酸素。酸素がないと私たちは生活することができません。で少ない割合ですがアルゴンとか二酸化炭素とかそういった元素が含まれていて、まあ、これすべて元素なわけです。だから私たち今知らず知らずの間に、元素を体に取り込んで、まあ、息しているわけですね。でそんな私たちの体はじゃあ何でできているかっていうとこんな感じになります。これあんまり見たことがないですよね。これ何か分かりますでしょうかね。まあ、私たちの体って水分が多いですので、まあ、水 H2O っていうのが結構多い割合を占めてます。だから水素と酸素が多いんですが、その他にも炭素、
あと、カルシウムとかリンとか硫黄とかそういった元素が私たちの体を構成しています。まあ、カルシウム取りましょうねとかそういうのが出てきますよね。だから私たちの自身もまあ様々な元素でできているわけです。じゃあ地球に目を向けてみると、私たちの地球、まあ、私たちが今住んでいる地球の、表面、地殻の部分というのはこういう割合でできています。まあ、地球の地殻ですから、まあ、岩ですよね、岩石。岩石というのは、ケイ素とか酸素がたくさん含まれています。他にもアルミニウムだったり鉄だったり、そういった元素が私たちの地球には含まれているわけです。で、まあ、例えば皆さんが今いるこのホールも、鉄を材料に作られていたり、まあ、私たちの、周りにはですね、本当にさまざまな元素があるわけです。なんですけど、これ考えたことはありますかね。こういった元素って一体宇宙のどこでできたんでしょうか。私たちは宇宙が始まった時には少量の元素、具体的には水素とヘリウムとリチウムという3つの元素しかなかったことをよく知ってるんですね。つまり先ほど体を構成している例えば酸素とか、私たちが今吸っている窒素とかは宇宙の始まりには存在しませんでした。で、そういった元素って一体どこでできたんでしょうか。これは、私たち自然に抱く、疑問ですし、天文学、宇宙物理学でも長年にわたって研究されてきました。そこで今日私からはですね、大きく分けて3つのお話をしたいと思います。一つ目は今お話しした宇宙の元素って一体どこから来たんだろう、今のところの私たちの理解をお話ししたいと思います。分かっていることもあれば分かっていないこともあります。で、2つ目、3つ目が今日のメインのお話で、中性子星という、天体、特殊な天体の合体現象がもしかして金とかプラチナとかを作ってるかもしれないというお話をしたいと思います。この研究にアテ類が大活躍をしました。そして、そういったアテ類による、シミュレーションの予想がついに、昨年ですね、捉えられて、中性子星合体が天文学的に観測されました。その最新結果についてお話しして、最後にこの私たちは宇宙の元素の起源をどれぐらい理解しているんだろうか、そういうお話にしたいと思います。で、先ほどあの円グラフで、いろんな元素をお見せしましたが、元素を、軽い順に並べると、あの周期表、昔あの習ったやつですね、あの水平リーベ僕の船って覚えたと思いますが、周期表にまとめることができます。下に行けば行くほど重たい元素、原子番号が大きい元素ですね。で、水素とかとヘリウムが最初です。で、私たちの体を構成する重要な元素だった酸素とか炭素とか、あと、この建物を作っている鉄とかはこの辺にあります。で、今日はですね、もうちょっと重たくて貴重な元素、例えば金とか銀とかプラチナとか、そういった元素についてもお話ししようと思うんですが、それはもっとより鉄よりももうちょっと重たい元素なんですね。で、最初にお話ししましたが、この水素とヘリウムとリチウムっていうこの最初の3つの元素は宇宙が始まった時から存在していたことがよく知られています。じゃあ他の元素はどうなのかというと、鉄までの元素、今ここの青い線で示したところは星の中で作られているということが、長年の天文学の研究によってよく分かっています。で、後でちょっとお話ししますが、超新星爆発という爆発現象によってそれが宇宙空間にばらまかれて巡り巡って、今私たちの身の回りにはこういった元素が含まれているわけですね。で、星の中で元素ができるっていうのはなんか非常に想像できないかもしれませんが、実際にこれは身近なところでも起きています。空を見上げると星があるわけですが、その星って未来永劫ずっとそこにいて、これからもずっとあるかというとそういうわけではありません。星っていうのは宇宙空間に漂っている気体、ガスがこう集まってきて、ある時誕生するんですね。で、星が誕生して星が光り輝く、私たちの太陽も光り輝いているわけですが、これって星の中で何が起きているかというと核融合という反応です。私たちの太陽はほとんど水素でできているんですが、なんでこれが輝いていて地球にいても暖かいかっていうと、太陽の中心で
水素という元素がヘリウムという元素に変わる核融合を起こすことで膨大なエネルギーが出てきていて、それで今、まあ、太陽は明るく輝いているわけです。このエネルギーは膨大でして、太陽は、誕生してからおそらく100億年ぐらいだから、残り50億年ぐらいこのまま太陽は輝き続けるだろうと思われています。じゃあ水素がそのうちなくなってしまうと、まあ、輝けなくなってしまうんですね。そういった時星の中ではどういうことが起きるのかっていうのをちょっと見ていこうと思います。特に太陽よりも重たい星、太陽の10倍ぐらいの重たい星、大きい星があったとして、でそういった星もやっぱり太陽と同じように水素をヘリウムに核融合することで輝いています。まあ、太陽と同じですね。なんですが真ん中で水素がなくなってしまうと、そのうち、まあ、輝けなくなってしまいます。星っていうのは非常に重たいですので、こう内側からエネルギーがこう出てこないと自分の重みでギューってこう潰れちゃうんですね。ですのでなんかエネルギー出し続けてないと星は星でいられません。ですのでもし水素がなくなってしまうと、ギューッとこう自分の重みによってこう潰れてしまって、そのうちヘリウムが核融合することになるんですね。でヘリウムが核融合するとヘリウムより重たい元素を作りますので、それは例えば炭素とか酸素とかを作るわけです。つまりここで初めて水素とヘリウムと少量のリチウムしかなかった宇宙の中で、炭素や酸素などの重たい元素が生まれたわけです。でじゃあこれいつまでも続くかっていうと、やっぱりヘリウムも量に限界がありますから、ヘリウムがなくなってしまうと今度は炭素と酸素を核融合しなくちゃいけなくて、そういった核融合によってより重たい元素ができるんですね。ネオンとかマグネシウムとかいった元素です。でこれどん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 続いていて、星が自分の重みを支えるためにずっと核融合し続けていて、燃料がなくなったら次の元素を、まあ、核融合しよう、燃料がなくなったら次の元素を核融合しようというように、星の中ではどん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 重たい元素ができていきます。なんですがひとたび鉄ができると状況は一変します。鉄というのは非常にまあ安定な元素で、鉄を核融合してもエネルギーを取り出すことができないんですね。でエネルギー取り出すことができないと問題なわけです。先ほども言いましたが、星っていうのは自分の重力がいつもこう効いていますので、いつも潰れようとするわけですね。で核融合できなくなると何が起こるかっていうと、本当に潰れちゃうんです。星は崩壊するんですね。重力によって崩壊するわけです。そうすると星の中の、まあ、鉄の部分がギュッとこう、真ん中に向かって潰れていって、カッチカチの芯中心に芯が残ります。でここにできるのが中性子星、後でもうちょっと詳しく説明しますが、中性子星とかブラックホールとかいった、まあ、非常に密度の高い重力の強い天体です。じゃあ星はこうやって内側が潰れるとどうなるかっていうと、まあ、急になんか硬い芯がここに現れたように見えますので、こう跳ね返るようにして星の外側が吹き飛んでしまいます。これが超新星爆発という爆発現象で、私たちの宇宙ではこういった爆発現象が起きていることが知られています。今こうやって飛びますがっていうこういう絵を描いたんですが、実はこの超新星爆発というのがどうやって起きるのかっていうのはまだ完全には明らかになっていなくて、アテ類そしてアテ類2で、非常に精力的なシミュレーションが続いているところです。でちょっとそのお話もしたいんですが、ちょっと今日はですね、今日の主役は実はこの星の爆発する方ではなくて、この残される中性子星という天体ですので、とりあえずまあ星は爆発していることを私たち知っていますから、まあ、星は爆発しますということで進んでいきたいと思います。で知っているっていうのは、まあ、私たち、宇宙の写真を撮ると実際にまあ星が爆発しているものに出会うわけです。この写真は宇宙空間のある場所を撮った、写真で撮った時に、得られたもので、黄色く色がついているのが私たちの目で見えるような光です。一方で青とか緑とか濃い赤というのは、エネルギーの高い X 線で撮られた画像です。青と緑が X 線で撮られた画像です。でこれはですね、400年前ぐらいにここにあった一つの星がこう大爆発を起こして、
でそのガスが飛び散っている様子なんですね。こういうのを超新星爆発と言います。で例えばこれを10年後にまた同じ写真を撮ってみると、もう明らかに宇宙空間でこう広がっていってるのが分かって、やはりこれは爆発的な現象であったということがもう確実になっています。つまり宇宙では星が爆発しているわけです。元素の起源の話に戻りますと、まあ、星の中で、どんどん元素が新しい元素ができるという話をしました。で新しくできた元素というのは、星の中でできてますから、まあ、何も起きなかったら星の中に閉じ込められてるんですね。なんですが星は一生の最後に大爆発を起こしますので、この爆発によって、新しく星の中で作られた元素がこう宇宙空間にばらまかれて、まあ、今巡り巡って私たちの身の回りにあるわけです。ですのでこういった星の爆発が原因になって、宇宙の歴史の中でこういったことが何度も何度も起こって、まあ、巡り巡って今私たちが酸素とか窒素を吸ってるわけです。地球に、ケイ素があって、まあ、私たちの体に炭素が含まれていると。だから全て、水素やヘリウムよりも重たい元素というのは元をたどると星の中に行き着くんですね。まあ、ちょっと感慨深いですよね。そう思ってもう一回ぐらい深呼吸してみたくなりません？これ元をたどるとこれは星から来たわけです。というわけで、周期表に戻ると、まあ青い線で引いたように、鉄までの元素っていうのは、星の中でできる、そして超新星爆発によってこうばらまかれるっていうことが、まあ、おおよそ分かっています。なんですけど、まあ、元素の周期を見てみるとこれより重たい元素まだまだたくさんあるんですよね。半分以上の元素は鉄よりも重たいです。で、まあ、金とかですね、プラチナとかは星の中では簡単に作ることはできません。で、じゃあこれは一体どこから来たんだろうか。実はこれは私も答えることができません。これは元素の起源に関する長年の謎、未解決問題でして、まあ、天文学者、宇宙物理学者が、まあ、長年研究をしてきたんですが、一体ですね、金やプラチナは宇宙のどこでできて、まあ、私たちの身の回りにあるんだろうかっていうのはまだ決着がついていません。で今日はですね、この金やプラチナの起源、まあ、鉄よりも重たい元素の起源に焦点を当てて、アテ類が、まあ、もたらした研究成果を紹介したいと思います。どこでできたのかは分かっていないんですが、どうやって作ればいいかだけは実は50年前ぐらいから分かっています。でその鍵を握るのが中性子という小さな粒子です。ちょっと難しくなってしまうかもしれませんが、まあ、元素というのは、まあ、原子核と、まあ、電子でできていて、まあ、その中心にあるのが原子核です。原子核を分解してみると、これは陽子と中性子でできているんですね。で周期表というのは、陽子の数が少ない順に並んでいました。例えば鉄だとすると、鉄は陽子を26個持っているわけですね。でなんで鉄は、まあ、安定なのか、鉄は鉄でいたいんですね。で鉄より重たいものを作るのが難しい理由は、鉄にこう陽子をくっつけようとすると、そうすると重い元素が出来上がります。だから私たちがやりたいことはこれなんですね。これがやりたいんですが、陽子ってプラスの電気を持っていて、この原子核にもたっぷりプラスの電気がありますので、もうこれくっつけるのなかなか大変なんですね。反発が大きいわけです。でこの反発をですね、まあ、もろともせずにですね、陽子がガチャンとこう原子核にくっつくにはすごく温度を高くしなきゃいけないんですが、そんなに温度を星の中で高くするとですね、そもそもこっちの原子核がバラバラになってしまって、これが鉄よりも重たい元素が作りにくい理由なわけです。そこで中性子を使います。中性子は電気を持っていませんので、まあ、くっつきます。ただちょっと注意してほしいのは、鉄の原子核に中性子くっつけてもまだ鉄です。元素の種類っていうのは陽子の数で決まってますから、中性子くっつけただけだと重たい元素は、まあ鉄の同位体ってやつですよね、中学校で習ったと思いますが、鉄の、まあ、種類の違うものができるわけです。ただこういうものをですね、たくさんくっつけていくと、そのうちこれは放射性崩壊して、
違う元素になるんですね。ですので、重たい元素を作りたい、陽子の数を増やしたいときに陽子をまっすぐぶつけようとするとぶつからないので、一旦中性子をくっつけて放射性崩壊させようというのが、まあ、重たい元素の作り方なわけです。鍵は中性子とだけとりあえず覚えていただければと思います。ですので鉄より重たい元素周期表にたくさんありましたが、中性子がないとああいった元素は作れません。でそういうのをですね、中性子捕獲反応というんですが、中性子捕獲反応にはちょっとこれ複雑になってしまってすみませんが、大きく分けて2つあります。1つは中性子をくっつけて、ですぐそれが崩壊して、中性子をくっつけたらまた崩壊してというやり方です。スローの頭文字を取って S プロセス、遅いプロセスと呼ばれています。でこういった作り方でバリウムとか鉛などの元素は、まあ作られることが分かっていて、これはですね、ある種の星の中で起きていることが分かっています。一方で金やプラチナを作るには、早いラピッドなプロセス、頭文字を取って R プロセスというんですが、このラピッドなプロセスが必要だということが分かっています。これは放射性崩壊する間もなくですね、中性子をたくさんくっつけてですね、それを一気に放射性崩壊させる、まあ、だから、中性子の数がたくさん、右の方がたくさんいるわけですね。でこういうものがないと金とかプラチナとかウランとかそういった元素はできないということが、まあ、昔から分かっていました。つまり、まあ、どうやって作ったらいいのかは分かっているんですが、それが宇宙のどこで起きたのかっていうのが分かっていなかったわけです。でとにかく中性子たくさん用意しなければいけないので、まあ、宇宙で中性子がたくさんある場所を探さないといけないんですね。でこれは、最も適しているのは間違いなく中性子星という天体です。で中性子星が関係する宇宙の天体現象というのは大きく分けて2つありまして、1つ目が、先ほどお話しした星が爆発する超新星爆発という現象です。超新星爆発というのは先ほど言いましたが、星があって中心部分がぐしゅっと潰れてしまうと、だから中性子星をまさに作った瞬間なんですね。中性子星ができた瞬間なので、そこにはいくらかの中性子があるわけです。なんですが、これは近年の研究によってこういった現象、環境、超新星爆発、星の爆発では金とかプラチナとかがなかなかできないということが分かってきてもいました。一方でもう一つの中性子星が関係している天体現象として、中性子星合体というのがあります。で今日の主役はこちらです。で中性子星合体が何、どういった現象かというのをお話しする前に、そもそもあんまり中性子星というのをお話ししてなかったので、ここで中性子星というのは一体どういう天体なのかというのをお話ししたいと思います。これ先ほどお見せした、超新星爆発の写真です。黄色で書いてあるのが、私たちの目で見える光ですので、まあ、普通の星なんですね。でこの中に実は中性子星が写っています。ちょっと探してみてください。まあ、爆発する星の真ん中あたりにいることが予想できますよね。でも例えばこの星とかは黄色く見えますので、まあ多分普通の星なんです。ちょっとズームしていきます。一人だけなんか変な天体がいるんですね。もう一回言いますが、黄色く色付けしてあるのは、目で見える光で、 青だったり、緑色だったりは X 線の、写真です。そうするとこの真ん中付近に青く光ってる天体があって、これ他の星と明らかに違うんですね。普通の星だったら黄色く見えるはずなので、この天体だけが青く光ってる、つまり X 線を放っている、非常にエネルギーの高い光を放っているんですね。これが中性子星です。でこの中性子星一体どういう天体か、質量は太陽の 1.5 倍ぐらいです。まあ、太陽ぐらいだと思ってもらえばいいと思います。地球と比較すると地球の50万倍です。宇宙にとってはまあそれほどめちゃくちゃ重たいわけでもなく、めちゃくちゃ軽いわけでもなく、まあ平均的な質量を持っています。一方で中性子星はどれぐらいの大きさかっていうと、半径が 10km ぐらいしかありません。 10km っていうと、水沢駅から前沢駅ぐらいで、まあ、なんか車ですぐ行けるぐらいですよね。太陽の 1.5 倍の質量をこの水沢前沢間にグッとこう押し込んだようなのが
中性子星です。だから非常に宇宙の、まあ、重たい星である太陽をなんか私たちの生活圏内のサイズにこうぐしゅっとこう詰め込んだのが中性子星です。だからもの、まあ、あの宇宙にとっては比較的普通の質量、まあ、それでも私たち の、 あのスケールに比べるとめちゃくちゃ重たいですね。地球の50万倍の質量を半径 10km ぐらいに押し込んだのが中性子星です。だから密度が高いんですよね。密度をざっと計算することができて1立方センチメートルの重さが1兆キログラムぐらいです。10億トンです。1兆キログラムです。1立方センチメートルって1センチかける1センチかける1センチの直方体、あ、立方体ですよね。だからもし皆さんの前に中性子星10キロメートルの球体があってそこから1センチかける1センチかける1センチをピュッてこう取り出してくるとそこには1兆キログラム含まれてるわけです。1兆キログラム、まあ、1兆キログラムピンとこないですよね。私もあんまりピンときません。1兆キログラムってどれぐらい重たいかっていうとですね、中性子星から1立方センチメートル取り出したときに1兆キログラム含まれているんですが、地球上の人間の体重を全部足したら 0.35 兆キログラムぐらいです。まあ、1人50キログラムとして70億人いると思ってただ掛け算しただけです。1兆キログラムだ、ちょっとピンときました。地球上の70億人想像するのがちょっと辛いかもしれないですけどでもですね、この中性子星から1センチかける1センチかける1センチこう取ってきたらそこになんか人類3回分ぐらい詰め込まなきゃいけないわけですね。それぐらいめちゃくちゃ密度の高い天体なわけです。で、密度が高くて、まあ、重くて小さいので重力も強いです。よくですね、あの地球の重力を1とすると月は6分の1だって言いますよね。月でジャンプすると皆さんあの地球より高く飛べるわけです。重力が小さいからです。で、これ同じ計算を中性子星にあのすることができます。そうするとこれ2000億になりますだから飛べません。めちゃくちゃ重力が強いんですね。だから非常に密度が高くて非常に重力が強い、非常に極限的、宇宙の中でも極限的な天体が中性子星です。しかもですね、こんな極限的な天体が宇宙空間ではお互いの周りを回っているということも知られています。中性子星がお互いの周りを回っているんですね。で、そのうちそういった現象はこう合体をしてしまいます。そうするとなんだか激しいことが起きそうな気がしますよね。これは想像図です。もう一回見せますね。中性子星がお互いの周りを回っていて、合体を起こします。合体を起こすと、まあ、この、 想像図でも非常に激しいことが起きてますが、実はですね、中性子星を成していた物質が宇宙空間にこうバーンと飛び散るということが分かってきています。元素の起源の話に戻ると、私たちは中性子がたくさんある場所が欲しかったんですよね。金とかプラチナを作るときに。で、これはもうまさにもってこいの場所で、中性子星から物が引き剥がれて飛んでいくわけですから、そこでですね、こういったものを計算してみると、そこにですね、たくさん金が含まれているということが分かってきました。これももちろん想像図です。で、先ほど国防さんからお話がありましたが、まあ、こういう中性子星、大きさは 10km ぐらいしかありませんけど、まあ、密度がめちゃくちゃ高くて重力めちゃくちゃ強いですので、地球上で実験することはもちろんできないわけです。で、そんな天体が合体する現象なんてもってのほかで、私たちそれを、机の上で再現することはできないんですね。で、そういった時に、威力を発揮するのが、コンピュータースーパーコンピューターによるシミュレーションで、中性子星が合体すると一体何が起きるんだろうっていうのを、解明するために、アテ類は過去数年にわたって非常に精力的に研究に使われてきました。で、先ほどの、絵は想像図だったんですが、これは本当にシミュレーションの結果です。この黒くなっているのが中性子星の場所です。で、このシミュレーションはですね、中性子星と中性子星があって、それがお互いの周りを回って合体する様子を、計算したものです。先ほどの国母さん の、 分類でいう と、2番目でしたかね。流体力学、つまり、気体なりがこう動くときに一体何が起きて、どう発展していくのかっていうのを考えるシミュレーションです。で、見てみましょう。まずは左側のパネルを見てもらうのが分かりやすいかと思います。中性子星が合体を起こします。
そうするとですね、全然こう静かなあの現象ではなくて、こうわっと宇宙空間に物質が放出されているのが分かると思います。紫色の部分ですね。もう一度お見せします。中性子星が合体してわっとこう物が撒き散らされるんですね。先ほど想像図で書かれていたように、実際に宇宙で中性子星が合体すると、まあ、こういうことが起きるだろうということが分かってきました。で、ここに飛んでいくものにはたくさん中性子が含まれてますので、ここでまさに元素、金とかプラチナのような重元素ができることも分かってきています。さらにですね、これは私が行ったシミュレーションなんですが、今度はですね、小久保さんの分類でいうと3つ目の、光の、放射輸送のシミュレーションですね、こういった現象が宇宙で起きたら一体どんなふうに見えるんだろうっていうシミュレーションです。で、中性子星の合体っていうのは金とかプラチナとかそういった重たい元素を作ります。で、それは中性子をたくさんくっつけてますので、最後に放射性崩壊するんですね。で、放射性崩壊するってことはそこにエネルギーがあるということですから、そのエネルギーをもとに光り輝いて最終的に私たちの目で見えるような光で輝くということが分かってきました。だから中性子星が合体したら見えるはずなんですね。で、この図ちょっと難しくてすいませんが、この図があの私の話の中で一番難しいので、ちょっとここだけ頑張ってください。これ縦に書いてあるのが、明るさです。あ、ごめんなさい、何も言ってなかったですね。こういった現象をキロノバと言います。中性子星が合体して、重たい元素を作ってそれが輝くっていう現象をキロノバというようになっています。で、じゃあそのキロノバっていうのはどういう性質を持ってるんだろうっていうのがこの図でして、縦軸、上に行くほど明るくて下ほど暗いっていう図です。で、横軸が中性子星が合体してから何日経ちましたかっていうので、ここが合体した瞬間、5日目、10日目、15日目です。で、たくさん線がありますが、この上の3つがですね、赤外線でこの天体を見たときにどうやって輝きますかっていう線です。で、この4つの線が可視光、私たちの目で見える光で、見たときにこの天体はどうやって見えますかっていう、線です。これを見ると大体ですね、まあ、10日から2週間ぐらい、15日ぐらい輝く現象があるだろうということが分かります。で、赤外線で長く輝いて可視光線ではスッとこう暗くなっていくというのが、見て取れます。中性子星が合体するとこういった現象、キロノバが、まあ、付随するだろうと。逆に言うと、もしこういうものが実際の天文観測で見えれば、それは、あ、中性子星が重元素を作ったんだな、金やプラチナを作ったんだなってことを、まあ、私たちは読み解くことができるわけです。これがシミュレーションの威力でして、ま、何が起きるかわからないものをシミュレーションすることでこうなるべきだってものが分かって、実際にそれを天文観測で検証することができるわけですね。ですので、私たち中性子星の合体どうしても見つけたいと思っていました。で、これをどうやって探せばいいかというと、一言で言うと重力波です。中性子星というのは非常に重力の強い天体ですので、中性子星と中性子星がお互いの周りを回って合体すると強い重力波、時空のさざ波が、まあ、起きるはずなんです。で、これを捉えて、捉えることで中性子星合体を探すことができれば、先ほどのように中性子星の合体が本当に元素を作っているのかというのが、まあ、検証できるはずなんですね。で、そういったものを、まあ、私たち期待していたんですが、ついにですね、昨年中性子星合体が直接捉えられましたので、その最新の成果を最後にお話ししたいと思います。で、重力波を、検出する、まあのは重力波の望遠鏡、重力波の検出器です。今アメリカではですね、アドバンスドライゴという、重力波の検出器が動いていて、ヨーロッパではアドバンスドバーゴという検出器が去年から動き始めました。日本ではカグラという検出器がもうすぐ観測に加わる予定になっています。で、これ望遠鏡って言っても、まあ、水沢で見るあの電波望遠鏡とは全然形が違うのが分かると思います。なんか長い線が2つありますよね。実はこれ 4km もありまして、これ上から写真を撮ってるんですが、これ 4km も長いですね、直線が L 字型になっています。これが望遠鏡なんですね。で、これ何をやってるかっていうと、ある方向からビームを打ってそれを2つに分けるんですね。で、反対側に鏡を置いておいて、それが戻ってきます。で、重力波というのが通過すると、
その時空が少しだけ歪みますので、ここの長さが少しだけ変わるんですね。で、少しだけ変わると、例えばこの鏡がちょっとこっちだけ来たと思いましょうと。そうするとこっちの光の方がちょっとだけ早く帰ってきますよね。で、その、帰ってくるタイミングをここで読み取っていて、どっちかの鏡が少しだけ動いてないかっていうのを、ずっと、モニターして重力波を検出するというのがこの重力波の検出の仕方です。じゃあこれどれぐらいちょっとだけこっちに来るか、ここの長さは 4km または 3km とかいった、非常に長いわけですが、これどれぐらいこっちに来るかというとですね、長さの相対的な割合、1メートルあったらそれが 0.00000000 ちょっと分かんなくなりましたが21個だから、指数で書くとマイナス21個マイナス21乗だから、ここに0が21個あるはずです。これだけ少しだけこっち来るんですね、とかあっち行くと。それぐらい、時空が歪むので、それを捉えたいっていうのが重力波望遠鏡のやってることです。0、21個とかちょっとよく分かりませんよね。こんなものがこう達成できているのかっていうのは非常にまあ驚きなわけですが、実際にこれが達成されています。で、0が21個ってなんかこう天文学的数字なのでなんか実感したいですが、例えば地球と太陽の距離って1億5000万キロメートルです。センチメートルで書くと0が13個ですね。で、全然足りません。だからもしここに重力波がやってくると、地球と太陽の距離はどれぐらい変わるかっていうと、水素原子1個分ぐらいだけ動きます。水素原子1個分っていうのは、10のマイナス8乗センチメートルぐらい、 0.000000 ぐらいなので、それぐらいちょっとだけ変わると、あ、重力波が来たってもう気づくことができるんですね。これすごいですよね。これすごいんですけど、ちょっと皆さん多分水素原子ピンとこないですよね。あんま水素原子こう目で見るとかいうことないですので、ちょっとこれわからないわけです。だからその想像を絶するぐらいの精度が出てるわけです。もし宇宙好きな方はですね、太陽から一番近い恒星がアルファセンタウリとかプロキシマセンタウリだってことはご存知かもしれません。それ4光年ぐらいです、距離。4光年って、4×10 の18乗センチメートルぐらいです。0、18個です。まだちょっと足りないんですが、だいぶ近づいてきましたね。もしアルファセンタウリがですね、髪の毛の幅1個分だけこっち来るともう気づきます。これがマイナス21乗の精度です。0、21個分の少しだけのズレが分かるっていうのはこれぐらいの精度なんですね。で、ちょっと信じがたいと思いますが、2015年の9月14日に、初めて重力波は直接観測されました。ブラックホールが、宇宙に存在するブラックホールが合体した現象が、重力波を放ったんですが、これがその時の捉えられた波です。で、波だなって思ってもらえればいいんですが、今もう皆さんこの凄さを知ったので、ぜひこの縦軸を読んでください。ここが1なんですけど、単位はですね、10のマイナス21乗なんですね。だから 0.00001 個1の波がちゃんと捉えられている。だから先ほど言った精度が、まさに達成されているわけです。これは手放しにもうとてつもなく素晴らしいことで、記憶にも新しいと思いますが、2017年のノーベル物理学賞はこの重力波の観測にもたらされました。で、重力波望遠鏡のいいところは、こうやって長さを測り続けてますので、どこから来てもいいんですよね。望遠鏡って普通こっちを観測してると、あっちで何が起きたかわからないですよね。あっちで観測してるとこっちで何が起きたかわからないんですけど、これはですね、こうやってじーっと待ってるだけですから、重力波がですね、こっちから来てもあっちから来てもですね、ここの長さ変わりますので、宇宙のどの方向からでも重力波を捉えることができます。これも素晴らしいことです。宇宙の全体をこうモニターしていられるんですね。ただこれ一つだけ欠点があって、どこから来てもいいんですけど、どこから来たかよく分かんないですよね。こっちから来たってこっちから来たって、ここの長さが変わるだけですので、実際にですね、初めて観測された重力波源っていうのは宇宙のどこにありますかっていうのがこの地図でして、なんかこの辺から来ましたよとしか分からないんですね。これだとこの辺から来ましたよってのしか分かりません。ですので重力波の検出っていうのは非常に素晴らしい出来事だったんですが、
まだですね、私たちはその重力波を放った天体が宇宙のどこにいるのかっていうのを突き止めてはいないわけです。これが、まあ、間違いなく次のステップで、重力波が検出されたらそれをですね、まあ、光だったり電波だったりそういった望遠鏡で見つけることで、あ、ここに重力波を放った天体がいたっていうのを、まあ、突き止めてやりたいと思っていたわけです。ですので重力波の天文学と電磁波の天文学は協力して、まあ、その天体を特定してやりたいと思ってたわけですね。こういうのを私たちはあのマルチメッセンジャー天文学と呼んでいたりして、宇宙から来るシグナルはまあ全て使ってやろう、メッセンジャーは全て使ってやろうという天文学です。でここで重要な役割を果たすのがコンピュータシミュレーションでして、重力波、中性子星からの合体から重力波が検出されたときに一体どういう光を探しに行けばいいのかっていうのが分からなかったらやりようがないわけで、そういったものが先ほど、まあ、キロノバと紹介しましたが、アテ類によってそういったものが計算できたことによって重力波が検出したらこういう光を探しに行こうっていうことがもともと分かっていたわけです。これがアテ類の大きな成果です。でこのですね、3者の協力によってですね、中性子星合体からの重力波が検出されて、それをですね、捉えることができたら中性子星の合体によって金とかプラチナとかそういった元素が本当にできているのかっていうのを確かめることができるわけです。ですので私たちは中性子星の合体からの、重力波が検出されるのを、まあ、心待ちにしていました。それでついに去年の8月17日に中性子星の合体からの重力波が史上初めて検出されました。これちょっと波の写真になってなくて申し訳ないんですが、横がやっぱり時間で、縦はですね、あの天体が合体するとどんどん距離が近づきますので、あの周波数が上がってくるんですね、ピッチが上がってくるんですね。でそのピッチを書いていて、だからなんか音でいうと音が高くなっていく、こうキューっていう、こう音が高くなっていく様子を表していて、ここに重力波が見えますねという図です。でこの信号からこれはまさにあの間違いなく中性子星であるということが分かっています。で先ほどと同じように重力波の観測からだけではその天体がどこにあったのかは分かりません。で去年この8月17日に私たちに送られてきた地図はこんな感じでして、これが天の川です。でこの辺から来ましたっていうこの場所が送られてきたんですね。ですので私たちは国立天文台のスバル望遠鏡などを使ってこの領域を探し回りました。これズームしていくとちょっとここ色変わったの分かると思いますが、ここは私たちが観測したところです。でまあ、宇宙にはですね、星がたくさんあるんですね。こうたくさんあってですね、ここに新しい天体がいました。ちょっと早くて分からなかったと思いますけど、ここにたくさん星あるんですよね。宇宙ですから星の数ほどあるわけですよ。でその中ですね、今までいなかった天体を探そうって言ってここに新しい天体がいることを、まあ、発見したわけです。これをカラーの図にしたのがこれでして、これが重力波を放った天体の写真、人類が初めて見た重力波を放った天体の写真なわけです。左の、写真が、合体から1日後、2日後ぐらいに撮られた写真でして、右がその1週間後に撮られた写真です。この青い線で示してあるのがこの重力波を放った天体、中性子星の合体です。ここにあの明るくなっているのは、銀河でして、ここには星がたくさんあります。で今までいなかったこの天体が急に明るくなったことが分かって、これが中性子星の合体だということが、まあ、分かったわけです。まあ、この絵だけで、まあ、非常に味わい深いわけです。今まで重力波を放った天体の写真に収めることはできなかったわけで、これがまあ初めて観測された、重力波の放った天体です。もう一つ味わい深いのはですね、こう1週間経つともう明らかに暗くなってるんですよね。しかもなんか赤くなってるんですよね。これ色は何を意味しているかというと、青っぽい光が可視光線で、赤っぽい光が赤外線です。ですので赤っぽくなっているということは赤外線が強くなったということをまあ意味しています。そこで、まあ、一番難しいといったこの図に戻るんですが、これがあのキロノバの予想でした。赤外線で比較的長く輝いて、可視光線では、早く暗くなるだろうって思ってたわけですね。で実際に先ほどの天体の明るさを、点にしてこの図上に打ってみると、まあ、こんな感じになりまして、同じ、色が同じ、まあ、波長を表しているんですが、まあ、基本的にはですね、赤外線が長く輝いて可視光線がざーっと暗くなっていって、キロノバとして予想していた、光を、まあ、見つけることができました。
つまり私たちは中性子星の合体による、重元素の、合成現場を捉えたと思っています。今までですね、ずっとこの金やプラチナ、鉄よりも重たい元素を作る R プロセスという、プロセスがどこで起きているのかというのが分かっていなかったんですが、少なくともこの中性子星合体、この一例では、そういったことが起きて、それに伴う、光が私たち目にすることができたわけです。ちなみに、この明るさを説明するにはですね、太陽の、0.03 倍、 3% ぐらいの質量が飛び出していなければいけません。地球の質量と比べると1万倍、だから地球1万個分の重元素がこの天体によってこう宇宙空間に撒き散らされたわけです。ですから私たちが想像しているのは、こういった現象が宇宙の歴史の中で何回も何回も起きて、その過程で少しずつ宇宙に鉄よりも重たい元素が増えてきて、巡り巡って今私たちの身の回りに銀とかプラチナとかがあるんじゃないかというのを想像しています。というわけで、この3者の、協力によってですね、アテ類でキロノバというのはこういうふうに見えるはずだ、そして重力波の望遠鏡によって中性子星合体からの重力波が検出されて、電磁波、光の望遠鏡によって、そういったキロノバというのが観測されたわけです。これは中性子星合体によって R プロセス、鉄よりも重たい元素ができた、証拠だと私たちは考えています。じゃあこれで、私たちの身の回りにある元素の起源は決着がついたかというと、それは全然そうではありません。なんでかというと、まだ私たちこの一例しか観測できていなくて、宇宙で例えばどれぐらい中性子星の合体が起きているのかというのはまだわからないんですね。ですので、まだまだやるべきことがたくさんあります。今言いましたが、宇宙に存在する元素の量をちゃんと中性子星の合体で賄えるのかというのはわかりません。それはまだ私たちが一例しか中性子星の合体を、観測できていないからで、中性子星の合体って一体どれぐらいの頻度で宇宙で起きてるんでしょうか。で、起きてるとしても、じゃあいつも地球1万個分ぐらいの、元素を、撒き散らしてるんでしょうか。この問題に答えない限りは、私たちはやっぱり元素の起源を理解したとは言えないんですね。ただこれはですね、今後も重力波望遠鏡によって重力波観測続きますので、近いうちに答えがもたらされるんじゃないかと思います。で、私たち天文学者はですね、そういった重力波が検出されたら、ちゃんとですね、電磁波の、対応する天体を探しに行って、いつも同じ量が飛び出しているのか、もしくはそうじゃないのかっていうのをちゃんと明らかにしたいと考えています。理論的にもまだまだたくさん、解明しなければならないことがあります。先ほど、太陽の 3% ぐらい、つまり地球の1万倍ぐらいの質量がこう飛び出したって言ったんですが、じゃあそれってどういう時に起きるんだろう、なんで起きるんだろうっていうのは、またですね、中性子星合体のシミュレーションに立ち戻って、どういう状況でだとこういった、大量の物質が宇宙空間に飛び出していくんだろうかっていうのを明らかにする必要があります。最後、実は重要な点なんですが、鉄よりも重たい元素が R プロセスによってできたということは私たち確信を持っています。ただどの元素がどれぐらいできたのかっていうのは、正直なところまだ全然分かっていません。先ほどから私、金やプラチナって何回も言ってるんですが、これは多分皆さんに馴染みのあるというだけの理由で金やプラチナって言っていて、実は金やプラチナが本当にできたのかどうかっていう確たる証拠はありません。鉄よりも重たい元素ができると、放射性崩壊しますから、なんかこう光るわけですね。逆に言うと、どんな元素がどれぐらいできても光るんですね。ですので、今後私たちは、アップデートされたアテ類2を使ってですね、こうどうやってこの天体は光るんだろうというシミュレーションをもっと繰り返してですね、こういう元素がこれぐらいできたらこういう光り方をするんだ、じゃあこういった観測をしてみればそれを明らかにすることができるといった、そういったですね、より一歩進んだ詳細なシミュレーションをしていきたいと考えています。で、それは今までできなかったことで、それはですね、やっぱり計算が複雑になってしまうので、計算することができなかったんですね。ですので、私たち、このアップグレードしたアテ類2に非常に期待していまして、このアテ類2によるシミュレーション、そしてこれからの重力波、電磁波の観測によって、私たちいつかですね、この元素はこれぐらい、この宇宙にある元素はここから来たんだっていうのを、全ての元素に対してですね、理解したいと思っています。
でそういった、研究にですね、非常に、まあ、大きな役割を果たすのがこういったスーパーコンピューターによるシミュレーションですので、まあ、ぜひですね、今後のアテルイ2の活躍に期待していただければと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、田中さん、講演どうもありがとうございました。私たちの体を作っている元素の起源、あるいは金やプラチナの起源について非常に分かりやすく語っていただいたと思います。金やプラチナがどれぐらいできたのか大変興味があるところでありますけれども、まあ、質問はですね、この後後半が終わってからということで、ただいまからですね、15分程度休憩に入らさせていただきます。15分に再開となります。ホワイエにてパンフレット資料をお渡ししておりますので、どうぞご自由にお持ちください。またお手元のアンケートへのご記入にもどうぞご協力ください。
普通天文学っていうと望遠鏡で空を見上げているのを思い浮かべると思うんですけど、シミュレーションの場合っていうのはスーパーコンピューターを使ってどんなことが起きているかっていうのを描き出すわけですね。なんで我々が使うスーパーコンピューターっていうのは理論の望遠鏡っていうふうに言ったりします。アテルイ2は大規模並列型スーパーコンピューターといいまして、計算するためのコアといいますが、それが同時に同じ計算をすることで非常に高速に計算を行うという仕組みのスーパーコンピューターになっています。ブレードと呼ばれる部分があって、この一枚一枚のブレードで、これが1キャビネットあたり50枚入ってます。でここを開けるとそこにまあコアがわーっと並んで、で全部でまあ4万個近くのコアがあって高速ネットワークでつながっている。これがまあこのアテルイ2の正体で、これ後ろどんな風になってるかちょっと見てもらおう。後ろにこれが先ほどのあの後ろ側になります。でこの色がついているのが導線です。でこの緑色の部分、これが光ファイバーです。これはこのキャビネットと上を通って隣とか違うキャビネットとつながっている。でこの部分、これが水を循環させている部分で、ここで水がこう回っていて、よく見ると銅色の金属があるんですけど、この部分冷やされていて、さあ冷たい。これでまあ水冷式になっています。これがその水冷をするためのシステムなんですが、この建物の外側にチラーと呼ばれる水を冷やす部分があります。でそこから送り込まれてきた水がコアを冷やして温度が高くなったのが、それがまた外に出ていって、で外で冷やされてまた戻ってくる、循環して冷やしているんです。アテルイ2の一番の特徴は、天文学者がこういう研究をしたいっていうふうに申請して、その科学的な価値が認められると使えるっていう、これはあの世界的にも他にない天文学専用のスーパーコンピューターだっていうことです。するときに国立天文台のキャンパスの中でコンピューターを冷やすのに適している、つまりまあ空気が冷たくて電気的にもですね、まあ問題がないで、ネットワークも速いものがあるっていう、まあそういうところで実はこの水沢を選びました。でやっぱりこの水沢っていうとすぐまあ思い浮かんだのが三種の英雄であるアテルイで、このアテルイのように勇猛果敢に宇宙の謎に挑んでほしいっていう、そういう願いも込めてこのアテルイっていう名前を使わせてもらっています。目標はまあ大きく持っていて、これまでのアテルイだと天の川銀河の中の星を数百個実は1個の星にして置き換えてシミュレーションを行っていました。それがまあ限界だったんですが、まあ、アテルイ2になったら今度は本当に1個1個の星を分解して粒子として本当に現実的な星の数を使ってシミュレーションができるようになったらいいなというふうに考えています。
後半、本日3つ目最後の講演を始めたいと思います。講師はですね、国立天文台ジャスミン検討室の、馬場純一さんです。今日のタイトルですけども、アテルイと最新観測が解き明かす天の川銀河の構造ということになっております。馬場さんはですね、アテルイを使って天の川がどういうふうにでき、どういう形状を保っているか、現在の姿はどういうふうに、どういうふうにして現在の姿になっているか、こういうことをシミュレーションで解明 しようとしています。一言で言えば、天の川銀河を作ることができる、そういうすごい研究をしているわけですけれども、本日は、その最先端のシミュレーションの結果、さらには最先端の観測、それも含めてですね、天の川の、最も新しい姿、これを、話していただけると思います。はい、では馬場さん、よろしくお願いします。はい、ご紹介ありがとうございます。国立天文台ジャスミン検討室の馬場と申します。よろしくお願いします。今日はですね、天の川のお話をさせていただきたいと思っています。で、今日七夕、昨日ですか、七夕はなんですが、昨日は、私東京から、こちらに新幹線で来ました。で、この辺都会に比べてずっとですね、街明かりが少ないので、天の川どうかなと思ったんですが、残念な天気でですね、ちょっと自分で天の川確認できなかったんですけども、皆さんどうなんでしょう、天の川とかご覧になったことありますね。結構多分宇宙や天文に興味ある方が多分揃っておられると思うので、その天の川実際に見たことある方たくさんいると思います。で、今日この今背景に使っているのはですね、このちょうどこの水沢で、の付近で、撮影した天の川だそうです。で、これは秋の天の川、奥州市の天の川です。で、天の川で今回七夕公演も兼ねているということで、七夕といえばそうですね、七夕伝説なので、織姫、あと彦星ですね。で、これちょうどここの中にですね、七夕のその織姫、彦星、それを含む夏の大三角が映ってます。天文好きな方は分かりますかね。ちょっともしかしたらスクリーンが暗いので分かりにくいかと思うんですけども、さて織姫はどれでしょう。分かりますね、出しますね。織姫これです、こと座のベガ。ここ天の川、通ってるわけですね。で、彦星、七夕伝説なので天の川を挟んで彦星がいるので、彦星どこでしょう、わかりますかね。ちょっと暗いですね。これですね、これが鷲座のアルタイル、彦星です。で、もう一つ、夏の大三角なので、天の川、この、夏の大三角なので琴座のベガ、鷲座のアルタイルで、もう一つは、ちょっと暗いんですが、僕もここから見ると分かんなくなりますが、これですね、ここに十字になっているので白鳥座、デネプ。で、これを合わせて、夏の大三角というわけです。で、この天の川というのは、正体は何なのかというのを最初にお話ししていきたいと思います。で、天の川は、人間が、生まれてから多分、夜空を見上げていろいろ古代の人がいろいろ魅了されてきたんでしょうね。で、その天の川は、古代からずっと、魅了され人類が魅了されていて、古代はですね、まだですね、現在みたいに天文学が発展していなかったので、空に当時はまだ地球が丸い、エラステネスとかが地球丸いというふうに言っていると思いますけれども、空がどうなっているのか、宇宙がどうなっているかよく分かっていなかったわけです。で、その中で、古代の人たち、例えばエジプトはの方々は、この空を流れる川であると。で、バビロニア人とかユーフラテス川とかですね、インドの人たちは空のガンディス川、それぞれ の文明のところにある大きな川をがそのまま空に延長しているんだろうというふうに考えていたそうです。で、この天の川、現在、皆さんどういうものかご存知だと思いますけども、科学的にですね、研究がちゃんと分かってきたのは、17世紀頃だそうです。
皆さんもご存知 の、 あのガリレオ・ガリレイですね、ガリレオ・ガリレイが17世紀にですね、望遠鏡を作って、まあ、当時は、まあ、レンズが、作られ発明されてそれを組み合わせることによって、遠くのものが拡大して見えるんだという望遠鏡の技術が発見されたわけです。でその時に、まあ、ガリレオ・ガリレイは、まあ、いろんなレンズの組み合わせを試して、まあ、合計4センチの屈折望遠鏡を作り上げそれで夜空を見ました。でそうすると、まあ、古代の人たちはこの宇宙というか空を流れる大きな川なんだというふうに思っていたわけなんですけどもこうやって望遠鏡で拡大してみるとたくさんの星が集まっているものであるとつまり川ではなくて無数の暗い星がいっぱい集まっているため雲のように、まあまあ、また川のようにですね空に存在しているんであるということを、まあ、彼は示したわけです。で、まあ、ガリレオ・ガリレイは、まあ、当時、まあ、この望遠鏡を作ってですね、宇宙の天の川の正体だけではなくて例えば、まあ、月のクレーターとかですねそういうのを発見したとかですねあとは木星の周りをこう衛星が回っている、まあ、当時はまだ天動説だったので、木星のこの周りを衛星が4つ回っているというのを発見して、まあ地動説に確信を持ったとも言われていますがそういういろんな発見をしてきました。で天の川銀河の、でまだ、ガリレオの時はですね、この天の川が星の集団であるとただ、まあ、それがどういうふうな構造をしているのかというのはよく分かっていませんでした。でその後ですね天の川銀河のですね重要な進歩があったのは18世紀頃というふうに言われています。でこれは、ウィリアム・ハーシェルが、当時ですね、合計48センチの反射望遠鏡ウィリアム・ハーシェルは自分でこれも望遠鏡を作ったそうなんですけども望遠鏡を作ってですね、それで天の川というか、まあ、夜空のいろんな方向に望遠鏡を向けてそこの視野の中にどのくらい星が入っているのかとかですねでそこの中を入っているのかというのを数え上げていったと。で特に彼のやった素晴らしいのはですねこのなんとかその星の距離を求めてやろうとつまり宇宙の地図を作ろうと考えてですね星の距離をなんとか推定しようと思いました。ただ当時はですね、まだ、星の距離を測ることがちゃんとできていなくて、彼は、星の本来の明るさはみんな同じであるとみんな、同じ明るさただしだから、暗い星というのは遠くにあるで明るい星というのは近くにあるというふうに、まあ、想像ができるわけですね、まあ、車例えばヘッドライトで向こうからずっと車が来るときに遠くにいるときはまだ暗いですけど近くになると明るくなる、まあ、それと同じで本来の星の明るさは同じなんだけども遠くにあるときは暗い近くにあるときは明るいというふうに考えてですね一つ一つの星の明るさを目で決めて天の川の地図夜空に光っている星の地図を作りました。でこういう、まあ、アメーバみたいな、ね、形の、ね、天の川を描いたわけです。でこれで、まあ、初めてですね宇宙は、まあ、無限の大きさにあるんではなくて、まあ、有限しかもこうなんか円盤状の形をしている、まあ、これが、まあ天の川銀河というのの発見になっているわけです。で、まあ、これだ、非常に大雑把な、天の川銀河の天の川から天の川銀河までの発見の歴史です。で現在はですねその、最新の天文学では、夜空に光っている星々これの距離を非常に緻密に今測っています。そういう話をします。で天の川、星の距離どうやって測るかというとこれは非常に難しい問題なんですね。でまあ、例えばまあ皆さ ん, なんか例えばある自分の位置から例えばあっちの台の位置まで測ろうと思った時には、まあ、ここにまあ巻き尺みたいなのをバーッと当てればまあ長さが分かるわけです。それで距離が分かる。で、まあ、ある程度の距離まではそれでいけるんですけど非常に遠くになるとまあ直接測れません。でどうするかというとそういうのは古代から使われて三角測量というのを使います。でこれを使って夜空に輝いている星の距離も測っています。現在の天文学ではでまあ、三角測量、まあ、簡単に皆さん知ってますね。例えば、まあ、例えばこう指を1本出しますとでその指を出して例えば戻ってしまいましたね、指を出すんですけども右と左の目片方を、閉じて指の位置を背景に対して位置を確認してで
もう片方閉じてもう片方の目を開けると、その指の位置が背景の遠くのものに対して位置が変わって見えますね。場所が変わる、まあ、これがまあ視差です。で、我々人間は2つ目があって、それでその例えば指の位置、まあ、またはまあ指じゃなくても他のものの奥行きってものを推測して、まあ立体的に見えて生活しているわけです。で、これと同じことを宇宙に対してやってる。で、ただですね、星っていうのはものすごい遠くにあります。それをこの後お話ししていきますが、で、なのでどういうふうに星の距離を三角測量するかっていうとですね、これは地球は太陽の周りを回っています。で、1年かけて太陽の周りを回っています。で、例えば地球がある1月の時にここから星を見ます。で、まあ、星、まあ、いろんな距離があるんですが、特に遠くの星は動かないんですけども、近くの星はまあここにあって、天球面上でまあこっちの方向に見えているわけです。で、その後 6ヶ月経つと7月になってここに行きます。そうすると地球からこの星を見ると全然違う方向にあるというふうに、地球が太陽の周りを回ることによって我々がちょっとずれるんですね、位置が。そのことによって星の位置が、空に対する位置が変わって見えるというのがということを使って星の距離を測っています。で、例えばまあ具体的、もう少しちょっとアニメーションで見てみましょう。これイーサーの動画を撮ってきましたが、こう我々、太陽の周りを回っています、地球が。そうすると星っていうのは実はこういうふうにぐるぐる円を描いて、楕円ですね、正確には楕円を描いて動いて、で、これまあよく見るとですね、こいつまあ結構大きく動いて、これは近くにいるから大きく動いているように見える。でも、一方で遠くにあるやつは動かない。もう一回再生ですね。で、これはまあ地球が1年間回ることによって星の位置が変わる。これを年周視差と言います。で、実際にはですね、まあ、我々、太陽系、地球が、太陽の周りをぐるぐる1年回るだけではなくて、その見てる星も宇宙の中で勝手にいろんな方向に動いていきます。なので、実際には天球面上では地球が1年間動くことによって星の位置が円を描くんですけども、その星自体もちょっとずつ他の方に動いていく、こういうふうに螺旋運動を描いて、で、これを現在の天文学では、計測をして星の、位置、つまり距離と、速度を求めています。で、例えばですね、今最初に出てきた夏の大三角で、実際にどのくらいの、この年周視差をそれぞれの星が持っているのかっていうのをちょっと示してみたいと思います。で、これベガです。ベガは、三角測量を測ってやると 12.5 光年、光年は皆さん多分結構知ってると思うんですけど、1年光の速さで1年間進む距離が1光年、それの 12.5 倍、非常に遠いわけです。1光年はだいたい9兆5000億キロ、なんかもうまあほとんどまあ想像がつかないですけども、まあ約10兆キロぐらいなので、1の間に後に0が12個ぐらい続く、そのくらいの距離なわけです。で、このベガ 12.5 光年なんですけども、これ視差でいうと、年周視差、このわずかに動く触れる大きさでいうと 0.2 秒角で、まあ、秒角っていうのはあまり馴染みがないと思うんですけども、まあ1度ですね、1周ぐるっと回るのが360度、それですね、なので1度で、1度の60分の1が1分角で、それまた60分の1、それが1秒角、なので1度っていうも、1秒ってものは3600分の1度、すごい小さい。それのその1秒角にもまだ満たないぐらいの大きさでしか、まあ、動かない。で、
和紙座のアルタイル、これは、16.7 光年です。で、まあ、視差でいうと 0.2 秒角、まあ、意外とこれあのコト座のベガと和紙座のアルタイル意外と思ったより近い。でもそれでも、まあ4光年くらい離れている。でもう一つデネブ、これはむちゃくちゃ遠いようですね、1400光年なので秒角に直すと 0.002 秒角だから、これの他のベガとかアルタイルに比べて10倍ぐらい100倍ぐらい遠くに存在する星のようです。でも、ベガとかアルタイルと同じように明るいのでこれは非常に大きな星の明るい星なわけですね。で、でちなみにですね、一番あの近い星、地球から一番近い星はプロキシマケンタウリという星で、これ 4.3 光年、4.3 光年でも、まあ、秒角視差に直すと 0.76 秒角、これでもまあ1秒に満たない、すごい小さい運動をしている。でこういうのも、我々が今測っている。で、今回あの水沢ですが、本間さんのお話にもありましたが、水沢の VLBI 観測所ではこういった星、まあ、正確にはもう少し電波で見える星なんですけども、そういうのを、非常に細かい精度で測って今宇宙の地図、天の川銀河の地図を描いています。で、今回の最初の主役はですね、この VLBI ではなくて、我々、ジャスミン検討室でもやってますが、目指してますが、宇宙にこの望遠鏡を打ち上げて、でその宇宙から、アストロメトリーをやろうということを行っています。でそれを、この年収資産の測定というのはずっともう長い歴史があってですね、地球が太陽の周りを回ることによって見える。でこれ自体は昔はもともとはですね、地動説 の検証として、つまり昔は、プトレマイオスの時代は 太陽が地球の周りを回っている。でも一方で地動説だと地球の太陽の周りを地球が回る、そうすると地球が動くことによって星の位置が変わるはずであるというふうに考えられている。でそれを検出しようと思って、16世紀とかがずっと昔から行われてきました。でも、やっとですね、視差が発見されたのは、19世紀ぐらいになって初めて発見され、それでも数個しかなかったんですね。でその後宇宙にこの望遠鏡を打ち上げる技術が発達し、宇宙に望遠鏡を打ち上げて、視差を年収視差を測定するという引っ張る光生成が上がりました。で、現在は、ESA が、その後継機としてガイアという衛星を打ち上げて運用しています。でなので今日現在もですね、このガイア衛星が星 の位置を測定しています。でさらに、我々は、この可視光で行われている、人工衛星とは別にですね、近赤外線でこの同じように天の川の星々を測定しようという計画を進めています。でこれは、まあ、あまりお話ししませんが、そのヒッパルコスとガイア、どのくらい変わったかというお話をしたいと思います。ですね、天の川は実はですね、まだ全体像がはっきりしていません。というのは、今お話ししてきたようにですね、星の距離の測定が非常に難しいんですね。でヒッパルコスは、まあ、今から30年ぐらい前に活躍した衛星ですけども、それで天の川銀河、我々太陽系はですね、天の川銀河の中心からだいたい26,000光年ぐらいですか、離れているところにいます。でヒッパルコスがさっきも言ってすごい細かい精度で 0.001 秒角という精度で星を測定したんですけども、これで実際に見えた星っていうのはこのたった300光年、まあ、300光年って結構、まあ、我々の生活から見ると非常に大きな距離ではあるんですけども、天の川銀河全体に比べたら非常にわずかな距離なわけです。で現在はこのガイア衛星が運用されていて、我々このヒッパルコスからもう100倍ぐらい大きな範囲の星の位置を測定しています。まあ精度でいうと100倍
で星の数でいうとヒッパルコスは12万個ぐらいだったんですけども、ガイアになって大体10億個ぐらいの星を今測定しています。で、まあ、ちょっとねこのガイアの精度とかヒッパルコスの精度とか、秒角とか言われても全然あんま感覚が湧かないでしょうけど、例えばですね、今こう、ね、水沢の Z ホールです。で、ガイアの精度だと例えばこの今100キロ離れたところにちょうど東北大学、仙台の東北大学があります。で東北大学 の、の例えば屋上に人が立っていて、その人の髪の毛の10分の1まで見分けることができる非常に細かい精度、信じられないぐらいです。まあそのくらいの精度で、今星のズレを測定しているわけです。で例えばこれ、まあ、引っ張るで、引っ張るコスで、得た星でどういうふうな天の川が得られたかっていうのがこれ図なんですね。これ実際の観測です。で、まあ、これ銀河系の中心真ん中にあるんですけども、ヒッパルコスで12万個ぐらいの星を測定しました。でそれで、まあ、天の川を描いているとこんな感じです。でガイアになるとこのくらいはっきりとした天の川が得られてきました。これだいたい、数でいうと、まあ、だから1万倍10億個ぐらいの星を測定しています。でこれ、ここ天の川ありますが、それ以外にもですね、まあ、なんかここに目立つなんかありますね、まあ、これ、まあ、また後でちょっと出てきますけども、衛星銀河と呼ばれるもので、我々の、銀河系の周りをこうぐるぐる回っている銀河があるんですね、まあ、地球の周りを月がこう回っているように回っていて、それを衛星と呼びますが、銀河の周りにもですね、我々大きな天の川銀河のような大きな銀河の周りにもですね、衛星として回っている銀河が存在しています。そいつらの速度、そういうのまで測ったと。でこの10億個ぐらいのですね、星を、測定したんですが、ただあの星の位置や速度を測定しただけではなくてですね、新たにですね、いっぱいたくさん不思議な星も発見してきました。例えば、まあ、変光星と呼ばれるものなんですけども、星って、まあ、大体、まあ、皆さんこう同じ明るさでずっと存在していると思われるんですけども、まあ、その中にはですね、その明るさをですね、すごく変える星ってものが存在しています。それは変光星と呼ばれるんですけども、星がまあ大きくなったり小さくなったりを繰り返して脈動変光星という、脈動することによって変光しています。で例えば、セファイドと呼ばれる変光星があるんですけども、これ今1万個ぐらい候補が発見されてきました。でセファイド、今までですね、ガイアがないとですね、だいたい1000個ぐらいしか見つかってなかったんですけど、今回ガイアで10倍ぐらいのセファイドを見つけてきた。まあ、あとはコトザの RR 型変更性とか、これもまあ今まで1万個ぐらいしかなかったものが14万個というふうに10倍ぐらいに増えて、たくさんの変更性も発見されてきました。で、少しお話ししましたが、ガイア、銀河系の中の星を測定しているだけではなくて、銀河系の周りに存在している銀河の運動も測定してくれました。で、まあ、銀河系の周りにはですね、ちょっと図がちゃんとないんですけども、衛星銀河として小さい銀河もいますし、あとは球状星団と呼ばれる、星の集団も存在しています。まあ、100個ぐらいありますね。でそいつら の、 運動も測定し、銀河系に対してどういうふうに衛星銀河や、球状星団が動いているかっていうのを示してくれました。これ例えば、実際に、ガイアで測定された球状星団や矮小銀河 の、 データに基づいて軌道を計算しているとこんな感じですね。まあ、これもちろん、コンピューターで計算していて、我々直接こんだけ の、 動きを見ることはできないんですけども、実際の観測データに基づいてこういうふうに矮小銀河や球状星団が運動しているんだということが分かってきました。でこのようにですね、今、銀河系に関して、まあ、非常に昔からある一天文学が、
ガイア、いやヒッパルコス、いやガイア衛星によって非常に革新的に進んできています。でこの後今日アテ類の話なので少しコンピュータシミュレーションの話にさせてもらおうと思います。で、この銀河系の研究の革命は観測だけではないということでちょっとアテ類君を借りてきましたが、この後シミュレーションの話をします。で、銀河系の大きさはですねこれまあ水沢の VLBI 観測所などのデータで明らかになってきたことですけども銀河系の中心から太陽系までの距離はだいたい2万6000光年で、太陽系自身この太陽系や太陽系の周辺の星々のはどのくらいの速度で銀河系の周りを回っているかというと秒速240キロなんか秒速240キロとか言われてもよくわからないですね。まあ光年もよくわからないと思うんですけどもで我々いつもこのなんか240キロとか言ってるんですけど実際にまあ皆さんが速度で使う単位は時速とかですよね。なので、まあ、これ時速に直すと、いくつだっけかね、3600倍するので、86万4000キロメートルかな時速でものすごい速さですね。こういうふうに銀河系の周りを太陽系と回ってるわけです。で例えばこれどのくらい の, じゃあ周期で回ってるのかっていうと、まあ、これまあ中学生とかだと分かりますね。この円周をこの速度で割ってやればどのくらいの周期なのかっていうのが分かります。円周を速度で割るそうするとだいたい2億年むちゃくちゃ長いわけですね。で、まあ、これ、まあ、太陽系 の,、回転公転の速度ですけども、まあ、銀河の中って基本的にこのくらいの非常に長いタイムスケールで、ものが動いてる。なので、小久保さん の, お話にもありましたが、直接ですねこういう時間の非常に長い現象っていうのは我々人類が生きている間に直接見ることは不可能なわけです。でこういうのをだけども、今回コンピューターシミュレーションを使うことによってですねこの天の川銀河がどういうふう中でどういうふうに物が動いているのかっていうのが計算できます。でそのアテ類でですね天の川銀河を進化させようということをやります。で銀河は、今ずっとお話ししてきましたけど星がたくさんあります。で厳密に星がいくつあるのかっていうのは、まあ、まだよくわかりません。でも、まあ、よく言われるのはだいたい数千億個2000億個とかよく文献とかにかいろいろ書いてあると思うんですけど、まあ、数千億個ぐらい星があります。でそれに加えて銀河の中っていうのは星だけではなくてたくさんガスもあります。でこれ背景天の川これ実際の観測です。で天の川です。でこの白く見えてるのは星です。でもここになんかさっきの天の川の写真にもありましたがこう黒い筋がいっぱいあります。これは何かっていうと、まあ銀河系の中にガスがあってそのガスが、まあ、ガスそしてそこの中に塵とかが入ってるんですけども細かい砂粒みたいなものですね。そういう塵があるんですけどもそれらが後ろにある星の光を遮る、まあ我々地球でも曇ると太陽が見えなくなるのと同じで、その雲があると後ろの星が見えなくなる。なので、まあ、これはガスが存在していて後ろの星が見えなくなる。でガスにもですねいろんなタイプのガスがあります。で基本的にこういうふうに黒く見えているのはガスの密度が濃いところで、こういうところは基本的に星が生まれて重力でどんどんガスが潰れていって星ができる。なので、まあ、こういうところ、まあ、分子雲とかっていうんですけども分子ガスが存在しています。でそれ以外に、星がそこの中でできるとですね星ができると例えばまあこう赤っぽいところとかありますね。これは星ができるとたくさん光を出して紫外線とかを出すものがある。でそういう紫外線を出して周りのガスにエネルギーを与えてそのガス自体が輝いてしまう、まあ、そういうのは例えばまあ一般向けとかだと三恒星雲と書かれてますけども、まあ、H2 リージョンとかって我々は言いますけども H2 リージョンができたでしょ。でさらに、その星が進化をして死にます。
先ほどの田中さんのお話もちょっと出てきましたけど、星が最後に大爆発を起こします。そういうのを超新星爆発と言いまして、超新星爆発として周りのガスを巻き、あの星自身が爆発して周りのガスを飛ばします。そういうのを、まあ、超新星残骸として観測される。で、銀河の中にはこういろんな、ガスというものが存在していて、例えば密度でいうと1立方センチメートル 0.0、 例えば 0.01 から、まあ、例えば1000個パー cc、まあ、水素原子が1000個あるような非常に幅の広い密度分布を持っています。で、さらに温度も分子雲なんかだと10ケルビンぐらいなんで、10ケルビンって非常に熱帯温度で今見てますけども、10ケルビンですけども、非常に超新星残骸だと1億度ぐらいになってしまって、非常に幅の広い温度レンジを持っています。こういうふうないろんな現象が、絡み合って初めて銀河というものができています。で、少しちょっと高校生とか大学生向けに言うとですね、まあ、いろんな物理が入っているというわけです。例えば、星がたくさんあって、この後説明しますけども、重力相互作用、まあ、なんで力学とかですね、星間ガスの動く、これ国母さんの話に出てきましたけど流体力学と言います。で、あとはその星が光を出して周りの、ガスに影響を与えるということで、まあ、熱力学とかですね、量子力学とか電磁気学とか、そういったいろんな物理が複合的に絡まっている。で、さらにですね、銀河の中っていうのは、銀河の中の今の現象っていうのはすごい幅の広い空間スケールにわたって起きています。で、星形成とか、その分子雲とか、まあ、10光年以下の小さいスケールで起きます。で、一方で銀河は10万光年あるので、空間スケールで4桁こんな広い幅の、空間スケールの現象は扱わなくてはいけない。それに伴って、まあ、時間のスケールも非常に大きいわけです。で、例えば、特に重力計算とかで考えると非常に計算が莫大だということが分かると思うんですけども、例えば銀河の中に、例えば2つの星がある。で、重力は相互作用なので、お互いに重力を引き合っている。なので、この重力を、こいつらの重力を計算しようと思ったら、これと2つの間の1回計算すればいい。でも、まあ、3つあると1つ増えると、その1つは他からもまた力を受けるので、 1,2,3 回計算する。で、もう一つ増えると、これは一つ増えたものはすでにあった三つからの計算なので、1、2、3、4、5、6回計算するというふうに、で、5回になるとまたさらに増える。なので、星の数がたくさんあると、その星の数の2乗で計算の回数が増える。で、銀河系の中は星はだいたい10の11乗個、1000億個ぐらいあるので、これ本当に銀河系の中の星すべてを計算しようと思うと10の11乗の2乗なので、10の22乗回の計算がある時刻に対して必要なわけ で、これで力を計算して、またさらに他の時刻に進化をして、位置が変わったらもう一回力を計算しなくてはいけないというので、非常に計算が莫大です。で、こんな計算はもちろんですね、まあ、国母さんの話もありましたけど、我々1秒に1回ぐらいしか計算できないので、とても無理なわけです。なので、スーパーコンピューターを使ってですね、非常に高速に計算してやろうということが行われています。で、特に、今回アテロイなので、アテロイを使った成果を前半に紹介します。で、スーパーコンピューターアテロイを使って、銀河の進化を計算しました。で、このアテルイだけではなくてですね、この特に国質問題の今回アテルイだけではなくて、例えば、重力多体系計算機のグレープ、これ重力の計算のみに特化したスーパーコンピューターですけども、グレープや、あとはそのアテルイ、今回、XT30 ですね、それの前2013年以前にもこのスーパーコンピューターがありました。これクレイ XT4、 あとは忘れてはならないのはこの国立天文台 の、 この大きなスーパーコンピューターで計算したデータってすごくデータが莫大なんですね。なので、そういうデータを裁くためにもですね、扱うためにも、まあ、普通 の、 パソコンとかではダメで、非常に大きな
計算機が必要です。で そのためにまあ解析サーバーとかファイルサーバーとかこういうのをあの使って我々は、天の川銀河や銀河の進化を計算しています。でそれの結果をちょっと見せましょう。これもうすでに何度かこの休み時間などにも、流れていたんですけども、フルで見せましょう。でこれは私が、2014年15年ぐらいに計算したシミュレーションで当て類で計算しました。だいたいこれ今、8000万個の星を、計算しました。で、分解能だとさっきも言ったように星形成とかなので10光年ぐらいの非常に小さいスケールまで分解した計算です。これで今、だんだんと今動いていってますね。で、今回証明書なので、我々銀河系の中を動くことができます。で例えばこういう黒いところありますね。これは、さっきも言ったようにガスなんですね。ガスが あってその後ろの背景の星を隠して、でちょっと銀河系の上に上がってみましょう。で、まあ、我々銀河系の中にいるので実際に銀河の形がどうなっているかって見えないし、こういうふうに星が直接的に動いていることも見ることができませんが、今回コンピューターシミュレーション、アテルを使ったシミュレーションをやることによって銀河の中の星の動きが分かってきました。でこれ今星ができて死んでいく様子です。また上に上がりますね。最後にくぐっておしまいですね。これ非常に大きな計算で、この1枚1つのある時刻のデータだけで11ギガバイトもあるような大きなデータです。全体でいうと、まあ7テラバイトもあるので、まあ、普通 の家にあるパソコンではとても収まらないようなデータ量ですね。で次にじゃあちょっと天の川銀河、まあ、同じようなものですけどもくぐってみましょう。で今のは星をいっぱい見せてましたけども、今回ガスをメインで出してます。でこれまあ銀河系の中にあるガスの様子ですね。こういうふうにくぐってみると、まあ、こんな感じで銀河系の中にガスが分布している。でこれは今度銀河系の上空をちょっと飛んでみましょう。まあ、もちろんシミュレーションですけども、さっきと違って雲が茶色い雲があります。これ一つ前のやつだと、星の材料になる分子ガスを見せていたんですけども、これは分子ガスになる前にもう少し密度の薄い希薄なガスで銀河系の中にこう全体に分布している様子ですね。これは飛ばしましょう。で最後、今銀河系の中の星の運動やガスの運動を見てきました。でスーパーコンピューターを使うと、まあ、アテ類などを使うとですね、このシミュレーションの一番面白いところは、動きが見えるだけではなくて、こう天の川の未来も予測できます。で、この天の川銀河の未来は、ここの実は写真の中に写っているものが、鍵を握っています。見えますかね、ここに。星に詳しい人だとここに何があるか分かりますね。ここです。ぼやっとしたのがあります。アンドロメダ銀河です。まあ、これスバルで撮ったアンドロメダ銀河ですけども、でアンドロメダ銀河は、太陽系から、まあ太陽系というか、まあ我々銀河系からですね、250万光年ぐらいの距離にあります。だからまあものすごい遠いのであんま関係しなそうなんですけども、実はですねアンドロメダって、今ですね秒速300キロで太陽系に近づいてきてます。
で今回、まあ、ガイアはですねこの銀河系アンドロメダが、この自然速度というのは、まあ、近づいてくる速度ですけどもこの横方向に、まあ、秒速57キロで動いていることも明らかにしました。でこのアンドロメダは、まあ、この天の川の写真で見てみるとここにあります。でこれが今我々に対して秒速300キロメートルで近づいてきている。でこういうアンドロメダの距離や速度のデータがあるのでこれが今後アンドロメダがどうなっていくのかというのがコンピューターを使えば計算できます。これ残念ながらアテルの成果ではないのでないんですけども非常に面白いのでちょっと紹介してみたいと思います。でこれはシミュレーションです。星々が動いてますね。でよく見るとアンドロメダがこう動いてます。これは天の川です。我々太陽系から見たと思ってください。アンドロメダこっちに来ました。でずっと今早回しにしてます。今こっちに来ましたね。またこっちに来ましたね。でだんだんアンドロメダ大きくなってきてましたね。だんだん近づいてきて、でアンドロメダ銀河が近づいてくるとその重力で天の川もこう歪むんですね。でどん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 今近づいてきてます。でついには、アンドロメダが今銀河系にぶつかりました。で今これこのシミュレーションの中ではこのぶつかった影響で太陽系が弾き飛ばされました。なので弾き飛ばされて太陽系は天の川銀河の中心の方と外側の方にこの行ったり来たりしています。これまあこの行ったり来たりする周期はまあ数億年ですけども、なのでこれすごい長生きするとこういうふうに天の川が見えるわけですね。でついにアンドロメダがもう合体するのかな。そろそろまだぶつかりきってないですね。完全にぶつかって一つの銀河になりました。でアンドロメダは天の川銀河は英語でミルキーウェイって言います。でアンドロメダはアンドロメダなんですけども合体した銀河はミルコメダというふうに呼ばれるそうです。でこれはまあもう少し他の角度から見たものですね。これ天の川銀河です。ここまあ時間かける10億年ですけども少し遠くから見てみると天の川銀河としてアンドロメダと、あと横にある M33 三角座銀河ですね、両方とも今銀河系に近づいてきてます。そろそろぶつかるかな。ぶつかる、まあ、大体今から3億年4億年あ40億年後ぐらいに1回ぶつかる。でその後、まあ、1回ぶつかるんだけども1回もう1回遠ざかってだんだんと近づいたり遠ざかったりっていうのを繰り返しながら一つの銀河になって、まあ、今大体50億年後ぐらい60億年ぐらいになりましたね。その頃にはアンドロメダと銀河系っていうのが合体してしまう。で今のは、シミュレーションとしては星だけだったんですね。まあ、さっきガスもあると言いましたが今のシミュレーションにはガスは入っていません。で、銀河の合体自体はその銀河そのガスがあることによってもう少し面白いことが起きます。これはあの天文台のスパコンを使った計算ですね。これ今ほとんどガスを見せてますけども、アンドロメダも銀河系もガスがあります。そうするとこうぶつかるとですね実はガスがギュッと圧縮されます。そうすると何が起きるかっていうとたくさんの星ができます。これ星がいっぱいできているところですね。この辺ねぶつかってちょっと字が見えないですけども、ここいっぱい星ができました。でこういうのはスターバースト爆発的星形成というスターバースト現象で我々アンドロメダと、我々はアンドロメダじゃなくて天の川銀河とアンドロメダも合体するとおそらくこういうふうにスターバーストが起きる。でどのくらい星ができるかというと銀河系は今1年間に太陽が1個とか2個とかそのくらいしかできてないんですけどもスターバーストが起きるとだいたい1年間に太陽が100個とか1000個とかそういうふうに爆発的に星ができるような状況が起きると。
まだ合体しきらないですね。で一つの銀河になる。で、まあ、もう時間がないのでこの辺はもう飛ばしてしまいますけども、まあ、今回お話ししてきたのはですね、まあ、あまり具体的な課題があるとかっていう話ではなくて、まあ、ほとんど映像を見てただけですけども、まあ、昔からある位置天文学の発展によって銀河系の中の星の位置や速度が測れるようになったと同時にですね、アテルイなどのスーパーコンピューターで非常に現実的な銀河のシミュレーションが可能になってきました。でこれによって我々銀河系 の、 構造や、まあ、進化、あとは過去の歴史やあとはまあ未来、こういうのが予測できるようになってきたというのが現状だと思います。以上です。はい、馬場さんどうもありがとうございました。天の川の現在の姿を再現するだけではなくてですね、天の川が将来どうなってしまうのか大変心配な話でありましたけど、美しい動画とともに解説いただきました。ありがとうございました。それではですね、今から少しだけ、質問を受け付ける時間としたいと思います。まずじゃあ3名の講師の方、ちょっと壇上へ集合いただけますかね。はい、それで、今から場内マイク係がおりますので、質問がある方は、挙手いただいてですね、マイクを持って、伺いますので、そしたら、どなたの講演に質問があるかを、最初に、ご指名いただいた上で質問に入っていただければと思います。多くの方からなるべく質問を受け付けたいので、できれば一人一つでお願いしたいと思います。はい、それでは、会場の皆様どうぞどなたでも結構ですので挙手の方お願いします。どんなことでも構いません。講演に直接する部分でも構いませんですし、そうでない部分でも構いません。ちびっこでも歓迎です。どうでしょう。上がりました。真ん中の列の、後ろの方ですね。すいません、ちょっと待ってくださいね。今マイクが行きますので。はい、お願いします。馬場さんに質問で、天の川銀河のシミュレーションで、すごいたくさんの計算が必要になるっておっしゃってたんですけど、それをアテルイではどのくらいの時間で計算できたんですか？あ、はい、これはすごい時間かかってます。まあ、まず、小久保さんの話にもあったようにスーパーコンピューターのコアがいっぱいあります。で、今回の、天の川銀河のシミュレーションでは512個のコアを使いました。512コアで、それで多分3ヶ月ぐらいかかって計算をしました。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。次の質問、ありますでしょうか。あ、その手前お願いします。どなたということでなく、ちょっと3つなんですがよろしいでしょうか。一つはですね、重力波を放った天体の写真は光の望遠鏡で観察したとご講演でありましたが、水沢でもまだ光の望遠鏡で観察しているんでしょうか。それからもう一つは、中性子星の画像の写真ですが、これはシミュレーションなんでしょうか。それからもう一つはですね、かって、緯度観測所と言われたときに見学したことがあるんですが、そのとき、これがプログラムでして、40センチも50センチも厚いようなプログラムを
見させていただいたことがあるんですが、今のプログラムはどなたが作られているんでしょうか。それからゲスな質問ですが、言語は 何なんでしょうかね、ということでございます。田中さん、一つ目は三沢で光の観測しているかということについて言えば、今の観測しておりません。僕たちは今電波の観測をしておりますので、先ほどの重力波の天体について言えば、三沢で光の観測は行っておりません。まずそれが一つ目ですね。二つ目は中性子星の、写真、パンフレットにある写真ですかね。いずれにしろ私、ぼやっと見えていて、十字の線が入っているもの、あれはシミュレーションではなくて実際の天文観測によって得られた写真です。で、私が講演中に見せました、あの超新星残骸、こうもやもやもやっとガスがあって、その真ん中に中性子星がありますって言った写真も、あれも実際の天文観測です。プログラミングは多分国語さんが、はい、おそらくその緯度観測場時代にご覧になったプログラムっていうのは、なんかパンチカードとかそういうものですか。その30センチという表現はで、今はもちろんそういうカードを使っているのではなくて、コンピューター上でそのエディターっていうか、プログラムを書くためのものを動かし書いて、そこで書いていくんですけど、その問題の種類によっていろいろプログラムの長さは違うんですが、まあ数万行とかいうぐらいのものは普通にあります。で、誰がプログラムを書いているかというと、結構実はですね、やり方2つに分かれていて、みんなで大きなプログラムを作って、でそれを、まあ、公開してどんどん改良していこうっていう、こうみんなで開発して公開していくっていう、そのいうのがいろんなプログラムで有名な、みんなで使われているものがあります。で、あとは結構日本だとそういうタイプも多いんですけど、もう個人でもう全部自分で書いてプログラム一人で作って、まあ、もしかしたら数人でやったりするかもしれませんけど、でそれで、まあ、自分だけで使うみたいなやり方をしている人もいますね。でも最近はどんどんこう計算、やっぱりスーパーコンピューターを効率的に使うっていうのはとても難しいので、こうプログラムを専門に書く人、それを調整する人みたいな人がいてですね、そういう人を仲間に入れてこうプログラムを開発するっていう、それ自体も研究になっていて、でその成果をみんなで使うみたいな研究の仕方が最近できるようになりました。で、言語は主に、まあC++ とか、まあ、C とかフォートランっていうのがそのスーパーコンピューターでは使われています。で、最近だとそれにその Python ですかね、 Python っていうインタープリター型の言語もあって、それをインターフェースに使ったりしている場合もあります。はい、お分かりいただけましたでしょうか。はい、ではその後ろの方へお願いします。すみません、今日は貴重なご講演いただきましてありがとうございました。とても素晴らしい研究をなさってるなというふうに思いまして、多分アテルイの宣伝に見えたのかなと思ったんですけれども、いやそうではなくて、そこにいらっしゃる3名の方がヒーローで、あの方々がいないとアテルイは動かせないということがよく分かりました。で、昔2位じゃダメなんですかって言った政治家がおりましたけれども、やっぱし1位じゃないとダメだなと実感しまして、高校生になってからでは遅いので、やはり小学生中学生にそこにいる3名の方のようなヒーローになれるように、教育というかそういう広報をもっとやっていただきたいなと、質問よりはすいませんが要望なんですけれども私のようなジジイが見てもしょうがないので、もっと若い人がヒーローなんだっていうことが分かるように広報していただくといいかなと、質問よりはお願いということなんですが、いかがでしょうか。どなたから答えればいいでしょう。激励の言葉として受け止まりたいと思います。ここに、おります3人、まさに本当に天文台の研究を牽引しているわけでありますし、一方で彼らが素晴らしい成果を出せるのはもちろん、スパコンがあり、それは国民の皆さんから
税金で支援していただいているという、これがあったことですので、まあ、そういう意味では私どもぜひこの場を借りて感謝申し上げたいと思いますし、今後ともご支援いただければと思っております。もしよろしければ3人ヒーローという今あれがありましたけど、ヒーローというかですね、本当に今ホマさんが言われたように、アテ類はある意味皆さんに買っていただいたんですね。アテ類は国立天文台は国の組織ですから、本当に予算は国から来て、でその中で国立天文台の中でこう予算の配分をいろいろ交渉して、それでアテ類をやっと我々手に入れて使って、でそれを許してくれているその国民の皆さんとか、そういう研究環境っていうのをに感謝しながら我々は使っていかないといけないかなというふうには思っています。でやっぱりそうやってその買ってもらって使わせてもらって出た成果は皆さんにも届けたいなというふうには考えております。よろしいですかね。はい、もう一つぐらいもしあれ、まだ二つぐらい手があって、じゃあ、前の緑の方お願いしてもよろしいですか。いろいろなためになるお話ありがとうございました。先ほど税金からアテ類を買っていただけているという話なんですが、実際どのぐらいの金額で維持費がどのぐらいかかっていて、そして中1号はもう使われていないみたいな話ですけど、その行方は今どうなっているのか、捨てられちゃっているのか、どっかで使われているのか、その辺のことももしできたら教えていただければと思います。あともう一ついいですか。ブラックホールがなんかギガのそばに中心にあるという話もあったっていうか聞いたことがあるんですが、今回はそういうデータみたいなのは見つかってるんでしょうか。以上です。はい、そうですね、まずアテ類のそのものの値段というか、スーパーコンピューターっていうのは基本的にはレンタルをします。でアテ類2は年間ですね、あと電気代も今は何て言うんですかね、合わせて予算を取るんですが、年間3億円以上かかっております。はい、で電気代も毎月ですかね、600万円ぐらいはかかります。はい、そういうのがあって初めてアテ類が使えるようになるという、なんで本当にありがとうございます。あとブラックホールのことはじゃあ私から一言申し上げますけども、多分ミサでやられているブラックホールの観測、僕らは今ブラックホールが本当に黒い穴であるかどうか見ようというプロジェクトやってますので、その進展のことを聞かれているんだと思いますけど、今まさにですね、そのデータ解析を行っていて、残念ながら今その結果については一切喋ってはいけないということになっておりまして、これまでちょっと申し上げることができないんですけども、今のところ見えているとも見えてないともいうことができませんが、必ず素晴らしい成果を、そのうちお届けできると思ってますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。はい、すみません、その前のアテ類ですね、その初代アテ類は実はアメリカに帰りました。アメリカのスーパーコンピューターですが、で、帰ってですね、ばらされて、お亡くなりになりました。はい、よろしいでしょうか。じゃあ手前の方ですかね。もうじゃあ前です。田中さんに質問なんですけど、中性子の合体の時に、太陽の 0.03 倍もの質量が飛び出したと言っていて、それは結構多い質量だというふうに言ってたんですけど、中性子は太陽の 1.5 倍ぐらいの質量だということで、それだと、少ないと感じたんですけど、なぜそれが多いのかということと、あともう一つ、光り方でできた元素が分かるっていうふうに言ってたんですけど、その
どういう原理で光り方でできた元素が分かるのかということを教えてください。ありがとうございます。もう完全にプロの質問が一つ目ですね、はい、中性子星、自体は太陽の 1.5 倍ぐらいの質量がありますから、そこから比べると確かに数字としては小さいんですね。ただしやっぱり重力が非常に強い天体ですので、そこから逃げ出すのって結構大変なんです。で、実際に中性子星と中性子星が合体すると真ん中にはブラックホールができるんじゃないかと思われていて、そこの強い重力から逃げ出すのが大変なんですね。なので太陽の 1% ぐらいをそこから逃げ出すだけぐらいかなってみんな予想していたんですが、実際観測されたものは太陽の 3% ぐらいだったので、それがなんでそんなにもたくさんのものが出てきたのかっていうのは実はまだ分かっていません。完全に僕たちは理由を知らないので、だから新しいスーパーコンピューターで計算して、なんでこんなにものがたくさん出てきたんだろうっていうのを明らかにしたいと思ってます。だから難しい理由は基本的には重力が強いからです。2つ目ものすごくいい質問でして、なんで、光り方で元素が分かるかなんですが、鉄よりも重たい元素っていうのはの中で、特殊な元素があって、原子番号が、60から70ぐらいのところにある元素がランタノイドっていう元素があるんですけど、その元素ってすごい光をせき止める能力が強いんですね。なのでひとたび中性子星の合体がそういう元素、ランタノイドと呼ばれている元素を作ると、一気に光り方が私たちの目で見える光から赤外線に移っていくんですね。なので実は僕たちが中性子星合体がこうやって光るはずだって言った、その鍵を握ったのはそこの原子、ランタノイドという元素です。でそういった元素の、性質っていうのは地上でよく分かってますので、そういった元素ができたことで私たちは中性子星の合体で、重元素ができたんだなってことをなんか確信を持てたんですね。答えになってます？大丈夫ですかね。ありがとうございます。大変鋭かったですね。いや大変鋭い質問ありがとうございます今の絡みで言うと、僕も実はもう一個質問したいことがあって、田中さんの計算でできた金とプラチナ時価総額おいくらだったか。あ、それなんかすいません、計算したことがあるんですけど、何だったっけな、量としてはもちろんさっき言ったように金とかプラチナがどれくらいできたかってよく分かってないんですけど、まあ、典型的だろうと思われる量を使うと確か地球の10個分ぐらいの金が出てくるんですよねで時価総額一応計算したんですけど、なんか一応式は出せるんですけど、地球1個分ぐらい金ができると多分金の値段下がるので暴落意味がないなと思って、はい、すいません忘れました。ありがとうございます。いや僕が考えたのはその金を、金とプラチナ集めてアテルイの運転資金にもさらに増強できる。金は全然貴重な金属ではなくなります、はい、もう一つぐらいもしありましたら、あ、はい、じゃあまた前の方お願いします。田中先生に質問ですけども、連星中性の合体のことですけども、その研究は日本ではこのいろんなグループが競い合ってやってるんですか、それとも日本のグループで ひとまとまになってやってるんでしょうか、それからあと海外の研究者との関係はどうなってんでしょうか、将来ノーベル賞が心配なので、お聞きします。少なくとも、まあ、私の周りですけど日本のグループは一体となってやっております。でじゃあ世界と競争しているかっていうと実はそうとも言えなくて、例えば私LIGO というアメリカのグループが重力波を検出した速報をいち早くいただいてますということは、数年前から LIGO のチームとは共同研究をしていて、もし何かあったら教えてくださいということになってますので、論文も一緒に書いています。ですので例えば中性子星の合体が発見されて電磁波で観測されましたっていう論文を私たち出したんですけど、その著者は3500人とかいまして、アメリカの人、ヨーロッパの人、日本の人、ざーっと全員の協力関係で成り立っているものです。で今後カグラも加わると思いますが、基本的にはですね、重力波の検出器ってこう協力しないと位置が決まらなかったりするので、基本的には協力するっていう方向でやっております。よろしいですかね、はい、もし他にも一つぐらいあればですけども大丈夫ですか。実は私もう一個だけ、すいません、司会の特権で申し上げます。馬場さんに最後これどうしても聞かなきゃいけないなと思ったんですけど、アンドロメダ銀河が50億年後に衝突したときに
私たちの太陽系は大丈夫なんでしょうか。多分皆さん気になっていると思うので一言お願いします。おそらく太陽系はあと50億年もすれば、赤色巨星になってしまって、太陽系とか地球が大丈夫かという話かもしれないですけども、地球はどうなるんでしょうね。赤色巨星になると飲み込まれるかどうかっていうのは国保さんの方が詳しいですけど、地球は飲み込まれる前にもう赤色巨星になる段階で熱くなって生き物が住めるような環境ではなくなるので、そういう意味ではダメです。ダメですなので多分アンドロメダ銀河の合体云々の前に、多分太陽系の中の太陽の進化で、地球は危険になってしまう可能性があるのではないかと思います、はい、でも大丈夫です。大丈夫という意味は50億年、もしその時まで人類が、文明を存続していたら、もう技術的に脱出できるようになっていると思うので、その前に多分はどこか目指していってると思うのでそういう意味では心配しなくて大丈夫ですはい、ありがとうございました。はい、ではそういうことで、これにて講演会の方終了とさせていただきたいと思います。では3名の講師にもう一度熱い拍手の方お願いします。はい、ではこれをもちまして、国立天文台講演会の方終了とさせていただきます。なお本日の講演会ですけども、録画がですね、国立天文台のウェブサイトの方でご覧いただくことができますので、もう一度見てみたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧いただければと思います。はい、それでは本当に長い時間お付き合いいただきありがとうございます。お帰りの際はお忘れ物、落とし物などないように気をつけてお帰りください。本日はありがとうございました。